はい、それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。はい、ただいまより令和4年度土地家屋調査試験の午後の部詳細解説会の方を始めていきたいと思います。担当はレクセン任講師の松本です。よろしくお願いします。はい、なんかね、知らんやつがいきなり立って話し始めたぞっていうところかと思うんですけれども、本日卓越編担当させていただきます松本と言います。本日詳細解説会なんですけれども、2時間半予定しております。前半1時間ほど私の方から卓越編について解説と、あと本試験どうだったかなっていうところを少しお話しできたらなと思っております。後半は木村講師の方から書式編の解説をしていただきたいと思っております。ちょっとね、長丁場にはなると思うんですけれども、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それではですね、皆様、本試験から1ヶ月以上ちょっと経ちました。どうでしょうかね。いろんな情報っていうのが皆様の耳にも入ってきていたりですとか、まあ、ご自身の出来であったりとか、そういうものをちょっとね、客観的に見られるような時期になってきたんじゃないかなと思います。で、ご存知の方もね、多いと思うんですけれども、昨日卓越の基準点の発表などもありました。それも踏まえまして、ここね、どういうふうに進めていくのかとか、まあ、本試験発表までどうしていくのかっていうのをね、ちょっと考えていただくきっかけになるようなね、そんな日にしていただければいいと思います。はい、それではですね、皆様お手元に冊子の方ちょっとご準備ください。卓越編の方まず使用します。はい、それではですね、ちょっとじゃあこの冊子使っていただきまして、裏表紙1枚めくっていただいて、一番最後のページですね、ちょっと開いてください。はい、受験者数と合格点の推移ということになるんですけれど、令和4年度、昨日ね、基準点の発表がありました。で、受験者の人数なんですけれども、まあちょっとね、感染症の影響なんかも当然あったりとか、まあそのせいで測量志望の試験がずれたりなんてこともありまして、まあちょっと、受験者が一昨年で減ってはいたんですけれども、今年またちょっと戻ってきたかなっていうところになります。で、ここまで戻ってきましたので、まあ、ちょっと今年につきましては合格率もまたちょっと下がってくるんじゃないかなっていうところは考えられますね。昨年は 10% 超えてたんですけれども、ちょっとね、今年は 10% 切ってくるっていうことも考えられます。はい、で、それでですね、はい、基準点もう皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、発表がございました。で、今ちょっとね、昨日の今日で印刷が間に合わなかったので、皆様のところちょっと空欄になってるかと思うんですけれども、ぜひ書いておいてください。卓越基準点、令和4年度です、卓越基準点 37.5 点でした。 37.5 点、問題数でいうと15問になりますね。 37.5 点の問題数15問になります。はい、どうでしょうかね、皆さん、高いと思うのか、まあ、それほどじゃなかったのかって。私も本試験当日に卓越の問題解かせていただきまして、まあ、その後にレックのスタッフですとか木村講師なんかともお話しして、で、その後に、まあ、受講生さんのお声ですとか SNS 等で、まあ、受験された方の声なんかも、ね、見たり聞いたりしたんですけれども、やっぱりちょっと今年につきましては、まあ、ちょっと解きやすかったのかなっていうのが正直なところです。なので、まあ、基準点は上がってくるだろうなって、当日の回答続報の中でも木村講師が、まあ、15問ぐらいに行くかもねなんてお伝えしてたんですけれども、まあ、まさにそんな感じの点数になったっていうところになります。で、一昨年の卓越の基準点 32.5 点なんですけれども、 32.5 点で2問分増えたっていうところにはなるんですけれども、じゃあ 37.5 点の年ってあったのか、ちょっとね、この冊子見ていただきますと、遡っていただきまして、平成29年に 37.5 点という年がありました。まあ、実は平成24年に40点なんて年もあったんですけれども、 37.5 点って言いますと平成29年にありました。じゃあ平成29年、じゃあこれぐらい、この年と同じぐらいの卓越の難易度だったのかって言いますと、ちょっとどうやらそうじゃないんじゃないかなっていうのが正直なところです。というのもですね、ちょっと皆様にね、お手元にはご準備できなかったのでちょっとお見せしたいんですけれども、はい、こちらですね、ちょっと拡大します。これ法務省の方でですね、出ている卓越の得点取った方の、その人数を累計した表になるんです。で、左側平成29年で、右側が今年令和4年度のものになるんですけど、ちょっと皆さん見ていただいてよろしいですかね。この赤いラインが基準点 37.5 点になります。どうですかね、
いわゆる高得点と呼ばれる、卓越高得点と言われるであろう18問以上の方、同じ基準点 37.5 点の年なんですけれども、単純に 1.5 倍以上いるんですね。これはちょっと異常って言ってもいいかもしれないですね。満点も200人弱いる。ただ平均点自体はそこまで変わらなかったので、やっぱり上位の方はきちんと取れるところを取ってきた、そういう年になっているかなと思います。ですので、ちょっとあまりね、いきなりでちょっと厳しいことをお伝えするのもあれなんですけれども、今年は正直書式が本当に完璧だったよ、ほとんど間違いなかったよっていう方以外は、卓越18問以上、19問、20問であっても、ちょっとね、なんかちょっとやばいかもなって思う方はぜひ今日からで構いませんので学習始めてください。ちょっと本当にこの数字はもう見ていただいて分かると思うんですけど、ちょっと異常です。過去ないぐらいの高い水準で、皆さんね、皆さんよくできたっていうことなんですけれども、で実際皆さんも本試験会場で解いていただいて手応えは感じていただいたと思うんですけれど、やっぱり、これぐらい上に固まってしまったとなると、20点でもちょっと書式やってしまうと危ないんじゃないかなっていう懸念はあります。はい、ですのでね、今日からで構いませんので、ちょっと確実に合格してるよっていう方以外はぜひ本当に学習再開されてください、ね。で、今ね、私ちょっとレクとして話してるので、レクのね、講座をぜひね、検討いただきたいなと思います。で、その時にはですね、分からないところとか各本校なんかに問い合わせしていただいたりとか、あとはレクではですね、合格者返金なんかもやっておりますので、本当にちょっと分からないよっていう方で、ちょっと検討してみたいよっていう方は、ぜひ相談していただいて受講していただくといいと思います。で、レク以外のね、ものですとか、今お手持ちの教材なんか、そういうもので使用されるのでも構いませんので、必ず学習は本当にぜひ今日からされるようにお願いいたします。もうされている方はね、このまま1月の11日ですか、筆記試験1月の11日にありますので、そこまでぜひ、継続していただいて、で、受かってたら受かってたで、口述試験の少し早い対策ができたらってぐらいに思っていただければ絶対無駄になりませんので、ぜひ今日から学習再開をお願いいたします。ね、卓越こんなこれぐらい高いんで、ちょっとね、皆さんもびっくりされた方も多いと思うんですけどね、基準点の割にはちょっと上に固まってるなっていうのが正直なところです。はい、それではですね、冊子の方にね、ちょっと戻りまして、はい、じゃあ44ページちょっと開いてみてください。44ページです。はい、先ほどね、ちょっと点数高くなりましたっていうところを、裏付けるっていうわけではないんですけれども、レックではですね、本試験終了後に卓越リサーチということで、受験された方にね、皆様にご協力いただきまして、皆様がどの番号を選ばれたのか、それがどれぐらいの割合でいたのかっていうものをちょっと集計させていただいておりました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございます。で、今ここにね、太字でちょっとね、正解の足のパーセンテージ書いてあるんですけれども、ちょっと下見ていただきたいですね。ちょっと下の方、よいしょ、下の文章を見ていただいて、はい、正解率が全ての問題において 70% を超えている。卓越リサーチにご協力いただく方っていうのは、比較的やっぱりご自身に自信がある方が、ね、出してくださる方が多いので、平均点自体は受験者全体よりはどうしても高くなったりする傾向はあるんですけれども、それでも、正解率 70% 以上で、これ後でね、皆様この冊子見ていただけますと、実は平成27年から卓越リサーチの結果を載せさせていただいてるんですけれども、20問すべてにおいて正答率が 70% を超えてる年というのも今年だけです。なのでやっぱり皆さんがね、きっちり解いてきた、ね、皆様やってきた成果がそのまま出てきたということにはなるんでしょうけれども、で、その中で、はい、じゃあ 70% 台、それでも高いんですけれども、 70% 台の正答率の問題って何問あったんですかっていうところになるんですけれど、はい、第1問、第6問、そして第18問の計3問です、はい、70% 台ですら3問しかなかったんです。なので卓越リサーチ出していただいている方っていうのは、自信がある方とはいえ、その方たちが8割以上正解してくる問題をすべて、ね、抑えていただきますと17問は取れた。で、その他の3問も 70% 台ってことを考えますと、やっぱり18問以上は皆さんね、取ってきていただきたかったなっていうところになります。いやー、そうですよねちょっとね、皆さんびっくりされてる方もいると思うんですけれど、こういう形になりました。で、この後書式の方を木村講師の方から詳細解説していただくので、私の方からあまりどうこうっていうのはないんですけれども、
まあ、書式について完全にこれは私個人の意見になるんですけれども、書式についても、まあ、ちょっと第21問問題文読み取りが大変だったなとか、第22問ちょっと付属建物の床面積やっちゃったかもななんて、そういうことはありつつも、問われてること自体はやっぱり割と素直な出題だったんじゃないかなっていうのが正直なところです。ですのでやっぱりちょっと合格点も、まあ、例年といいますか昨年一昨年よりは上がってくるであろうと、具体的な数字っていうのはちょっとまだわからないですけれども、もちろん、まあ、70点台後半から私個人は可能性としては80点超えてもおかしくないんじゃないかなと思ってます、ね、あまり80点超えるって言ってるあの先生っていらっしゃらないかと思うんですけれど、ちょっと80超えるのもやっぱり昨日の基準点と得点 の, あの人数見ちゃいますとあるのかなと。なのでやっぱりちょっと不安、ちょっとでも不安感じる方はぜひね今日から学習再開されてみてください。でそのきっかけとしてね、今日詳細解説会ということで令和4年度の本試験全部なし、卓一はちょっとね時間の関係で触れることできないんですけれども、せっかくですね、あの皆さんとね少し振り返ってみるっていう機会になっていただければいいと思います。はい、それではですね冊子の方にじゃあ行きたいと思います。早速ねちょっと民法はねちょっと全部見たいと思いますので、民法、2ページ開いてください。はい、民法2ページです。はい、今年もね例年民法3問出ました。3問出まして、で、まあ、この難易度でしたら、まあ、正直3問取っていただきたい、少なくとも2問は取っていただきたいなっていう問題になりますね。で一つ今年ちょっと特徴的だなって思いましたのが、あの民法出題されているのが制限行為能力者、そして意思表示、そしてこれが相続の承認と放棄になりますかね、ジャンルで言いますと。なので相続法っていう物件の出題がなかったんですね。で土地家屋調査士はやはり不動産扱う資格ということで、民法は物件からの出題がまあ非常に多かったと。で去年までも毎年のように出題されてたんですけど、なぜか今年は物件からの出題がなかったということになります。ただじゃあ来年以降はって、あの当然出題されると思います。でまして民法 の, その物件につきましては来年改正が予定されているものもあったりもします。でただその改正論点がすぐに出るとかはまだ全然わからないですけれども、物件の学習そのものはもう必ず継続していただきたいって思います。はい、ではね問いの1、はい、改めて見てみましょう。制限行為能力者、はい、もう全体は当然 A ランクです。もうぜひ取っていただきたい論点になりましたけれども、さっきねちょっと卓一リサーチで見ていただいたものではちょっと正答率悪かったかなって、まあ悪かったと言いましてももう 70% を超えてるんで多くの方が取ってきたところにはなるんですけれども、まあちょっとこの足5つで考えた時にはぜひ取ってきていただきたかったなって、もうちょっとできてもよかったんじゃないかなっていうところになります。はい、じゃあねちょっとあの足から見ていきましょう。はい、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、はい、詐術ですね。制限行為能力者制度自体は制限の行為能力者の保護を目的としていますので、ね、いくつか類型に分けたりとかしまして取り消せる行為というのを規定しています。ただし詐術、嘘をついたような人間は当然そんな人は保護しませんよ、ね、よく出てくるとこですよね。はい、ぜひね取っていただきたいです。で詐術というところでもう一つここ解説冊子にはちょっと載ってないんですけれども、押さえていただきたいのはよくある単に黙秘している黙っているっていうことが詐術には当たらないんだよっていうのはプラスアルファでちょっと押さえておくといいと思います。そっちがねよく出るかなと思うんですけれども、こんなにねストレートに聞いてきたので、まあ、ストレートに聞いてくださったのでここは取っていただきたい。はい、じゃあ次イの足ちょっと一旦飛ばします。これ悩まれた方多いと思うので、ね、一旦飛ばします。はい、ウの足見ていきます。はい、被補佐人が第三者のために保証人となる場合には補佐人の同意を得る必要があるんですか。はい、被補佐人です。被補佐人、制限行為能力者には4つパターンがありまして、まあ、1つは未成年者、今ね成人年齢引き下げられましたので18歳以上が成人になるんですね。なので17歳未満になると思います。でその他3つの類型がありまして、でこの3つの類型についてはそれぞれ審判、何々開始の審判というものが必要になってきます。それが貢献開始の審判と補佐開始の審判、それから補助開始の審判、この3つで成年、被貢献人、被補佐人、被補助人の、ね、3つに分けるんです。でその被補佐人と呼ばれる方はその類型の中で真ん中中程度の、まあ、ちょっと精神的な障害によって判断ができない、ね、自理を弁識する能力が著しく不十分であるという方で、この方につきましては
やっぱり著しく不十分ということで、大きな不利益を被りそうな、ね、そういうものにつきましては、補佐人の同意、保護者である補佐人の同意を得なければ、当然取り消すことができますよって。で、大きな不利益を被る可能性があるものって、一つ一つ民法に規定はされてるんですけれども、まあ、大雑把にそこまで細かく覚える必要性っていうのはないので、覚えていただきたいのは、これですね。重要な財産上の行為。重要な財産上の行為。例えば、不動産の売買ですとか、あとは本市のように保証人になったりとか、ね、取り消しができなくなっちゃうと、ちょっとね、大きな取り返しつかないことになっちゃうよなんてものについては、取り消せるように民法で規定しています。あとはね、審判で付与したりもすることができるんですけれども、で、本当に何ですかって言いますと、保証人、これは重要なね、取り消し、もしできないってなっちゃうと、本当に債務者がもしお金返せないよなんてなってしまうと、非補佐人がね、不利益被る何千万とかってもしかしたら保証してしまうかもしれない。なので当然取り消すことができます。で、これもよく、まあ、保証人という形ではないんですけれども、まあ、取り消せるものがある程度大きな重要な財産上の行為だよっていうのはぜひ押さえていただきたいところではありました。はい、続きまして、絵の足ですね。絵の足、これですね。はい、よく出ますね。過去問でもよく出ますし、当連模試などでも皆さんね、1回や2回じゃないぐらい目にしたと思います。はい、本人以外のものの請求により補佐開始の審判をする。補佐開始の審判です。で、その時に本人の同意って必要なんですか。はい、まずですね、はい、先ほどお伝えしました貢献開始の審判、補佐開始の審判、補助開始の審判、この3つ自体は本人からも当然請求できますね。ちょっと判断力がないかもしれないって本人から請求することもできますし、ある一定のものにつきましては本人以外のものからも請求したりすることができます。で、ただし本人以外のものから請求するときに本人の同意がなくちゃいけない。これはですね、成年非後継人、非補佐人、非補助人となる後見開始の審判、補佐開始の審判、補助開始の審判のうち補助開始の審判だけになりますね。補佐開始の審判、後見開始の審判は本人の同意不要ですからね。はい。で、なぜかと言いますと、非補助人となるその方、補助開始の審判をされること、される方っていうのは、実際、ある程度もほとんどのことが、まあ、健常な方と同じように判断することができるんです。ただ、あるほんのね、少しの間だけ、ちょっと判断力が鈍ってしまう、そんな時があったりする方なんです。なので、ある程度のことは、ご自身でできたりする、判断できたりするんです。なんですけど、なので、ある日突然、本人以外のものからの請求なので、ある日突然、いや、あなたは今日からちょっと非補助人として、ちょっと行動を制限させていただきます。ちょっと取り消したりすることもあるかもしれませんって言われてしまうと、昨日まで普通に、ご自身はきっと普通に生活していたって思っていたのに、ある日突然周りの方から、ね、今度からはちょっと取り消したりしますよなんて行動の制限を受けたりするわけです。で、ご自身はやっぱり判断できると思っているので、はい、ここですね。ちょっとマークはしてないんですけれど、自己決定を尊重するという観点から、ここですね。自己決定、まだご自身で判断ほとんどできるんです。できるので、やっぱり周りから補助開始の審判やるよっていうときは、補助開始の審判のときだけ同意が必要なんです。じゃあ、補佐開始の審判と後見開始の審判はってなるんですけれども、そこまで行ってしまいますと、ね、それぐらいもう事理を弁識する能力を欠く状況にある方、もしくは著しく不十分な方ってなってしまいますと、その審判されてるよっていうことそのものがもうね、判断できない可能性があったりするんですね。で、そうなってしまうと、もしそれが審判できないよってなってしまうと、取り消せなくなったりするわけです。法律行為。そうなると、よりね、保護されるべき立場の人が保護されないっていう状況を生みかねないので、この二つについては本人の同意がいらない。ただし補助開始の審判の時だけは自己決定の尊重というところから本人の同意がいるっていうところになります。よく出てくるんですけれども、ちょっと正答率見てますと、ここ引っかかった方いらっしゃったのかなって、ちょっと勘違いされてしまった、読み間違えてしまったなんていう声もちょっと聞こえたりもするんですけれども、ね、補助開始の審判と読み間違えてしまった、まあ、あとはちょっと細かいんですけれど、補佐開始の審判は本人以外のものの請求からするときは本人の同意は必要ないんですけれども、代理権を付与する審判なんてのも実はあったりするんです。で、代理権を付与する審判をするときには実は非補佐人の場合であっても同意が必要であったりっていう規定があるんです。なので、
そっちと、あまりそっちと勘違いされたって方はいらっしゃらないとは思うんですけれども、ちょっと正答率、思ったよりは低かったかなっていうところから何かしらちょっと勘違いされてしまったのかなっていうところになります。でも本当によく出てくるところ、過去問でも答練でもなので、もう A ランクですね、これは。はい、最後、そして尾の足ですね。後見開始の審判をする場合において、本人が被補佐人である、もうすでに被補佐人なんですね、であるときは、家庭裁判所はその本人にかかる補佐開始の審判を取り消さなければならない。これ丸なんですけれども、もともとすでに被補佐人なわけです。もともと制限行為能力者で、その方がちょっとより症状が悪くなってしまったんでしょうね。ちょっと後見開始の審判までした方がいいかなっていうところまで来た。でその時にはもともと補佐開始の審判されている被補佐人ですので、この上にさらに後見開始の審判、成年被後見人になってしまうと、ここね、ちょっと抵触しちゃって、どっちを適用したらいいのって話になってしまうんです。なので、症状が悪くなってしまった、もしくは軽くなってしまった、どういう場合であっても、制限行為能力者がすでになっていて、さらに別の審判をするときには、もう片方すでになっている審判は取り消す必要があります。それを聞いているところなんですね。あまり問われるところではないんですけれども、感覚的に分かっていただけるところじゃないかなと思います。停職や重複を防止する観点からっていうところです。はい、で皆様悩まれたであろう意の足ですね。これはね、多分皆様知らない方も多かったかと思います。言ってることが分かっていただければ、その制度趣旨といいますか、制限行為能力者の保護っていう観点から言ってることさえ分かれば正解導き出せたんじゃないかなっていうところになります。はい、時効の期間満了前の6ヶ月以内の間に成年被後見人に成年後見人がない場合、すなわち代わりに判断してくれる方っていうのがいない状態です。でこの時、その成年被後見人が行為能力者となった、すなわち自分で判断できるようになった時、または成年後見人が就職した時、代わりに判断してくれる方が就職してくれた時から6ヶ月を経過するまでの間は、その成年被後見人に対して時効は完成しない。はい、これなんですけれども、制限行為能力者、今回成年被後見人なんですけれども、成年被後見人が例えばどなたかに100万円お金を貸している、そんな債権を持っている、そんな債権を持っているんですけれども、もうそろそろその債権が消滅時効を迎えてしまう可能性がある、あと例えば3ヶ月ぐらいで迎えてしまう可能性がある。でそうなった時に、その判断もちょっと成年被後見人はできないよね。で本来であれば保護者である成年後見人が、いやちょっと待ってください、その消滅事項待ってくださいって、例えば催告をするですとか、裁判上の請求をしたりして、時効の完成猶予ですとか、時効の更新なんかもして止める、不利益が被らないようにするっていう流れになるんですけれども、本当のようにない場合ね、タイミングによってはない場合っていうのがあります。その時に万が一その債権持ってる債権が消滅事項にかかっちゃうよなんていうと、保護するべき成年被後見に不利益を持ちゃいますよね。でそれを防止するために、自分で判断できるようになる時、回復してから自分で判断できるようになってから、もしくは代わりに判断してくれる保護者、成年後見人が付されてから6ヶ月以内は、6ヶ月経過するまでは時効完成しないよっていう規定を置いてるんです。でこの文章を読んだときに、問題文を読んでいただいたときに、言ってること、今お伝えしたことが判断できれば、そりゃそうだよねって思っていただけた問題かと思います。ただ言い方がね、結構問われ方が回りくどい、これ条文通りなんですけれども回りくどいので、ちょっと判断難しかったかなと思います。意の足については、B ランクから C ランクっていうところですかね。ただし、それ以外の足が、A ランクだと思いますので、もう本当によく出てくるところも問われていますので、ぜひ取っていただきたかった問題になります。ちょっとね、択一リサーチだけですけれども、ちょっと正答率もうちょっとあってもよかったかなっていうところになります。はい、じゃあ続きまして問いの2を見ていきましょう。問いの2です。はい、意思表示です。早速と続いてきました意思表示です。はい、意思表示もね、皆さんね、よく学習していただいたところかと思います。で問われたところも、かなりオーソドックスといいますか、割とストレートに聞いてくださっている問題だったので、ぜひ取れたと思います。で、あからうが虚偽表示です。はい、見ていきましょう。 A が B と通謀してとか仮装しなんていうので虚偽表示だって判断してくださいね。判断できるようになっておいてくださいね。 A が B と通謀して、 A の所有する公と地を B に売却したように仮装し、売るつもりないんです。売るつもりないんですけれども、差し押さえを逃れたいとか、そういうね、ダメな理由といいますか、悪い理由で仮装して A から B への所有権の移転の登記までされている、登記まで行ったんです。
で、その後にです、ね、B さんを裏切ったんですね。 B さんを裏切って C さんに AB の AB 間の売却が仮想のものであることについて善意である C さん、善意である C さんに売却した。で、この時に元の持ち主である A さんは C さんに対して主張することができるんですか。図で書くと、まあ、図に書くものでもないレベルではないんですけれど、図に書くとこんな感じになると思います。はい、A さんから B さんに仮想譲渡虚偽表示で所有権の登記まで行ってしまった。で、その後 B さんが裏切って善意の C さんに売却した。で、この時の A さんと C さんどっちってなるんですけど、どっちが勝つんですかってなるんですけれども、虚偽表示です。虚偽表示の場合は善意で保護されます。無過失まで要求されてないですね。善意で OK っていうのが結構ポイントだったりします。無過失まで要求されてない。 C は善意でさえあれば登記なくして当然主張可能です。はい、まあ、まかぬるほどでもないですけれど、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする。はい、まずこれ原則これなんです。なので今ちょっとね、ここ下に図あるんですけれど、ちょっと見づらいですかね。はい、ここの虚偽表示で無効なんです。無効なんです。で、その後に善意の C さんに売却してるんですけれども、善意の C さんに対抗できないだけであって、 AB 間の虚偽表示、この契約自体は無効ですからね。また別の話です。善意の C さんに対抗できないだけであって、 AB 間のこの虚偽表示が無効であることは変わらないです。はい、そしてこの意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない。まあオーソドックスですね。特に過失とかもこの問いについては言われてなかったですかね。はい、なので善意であれば保護される、無過失までは要求されてないんだぞっていうところまで押さえておいてください。はい、続きまして意の足見ていきましょう。はい、条件最初の方は同じです。はい、A が B さんに仮想譲渡虚偽表示で契約したよ。その後 B が死亡し、B さん亡くなったんですね。 B が死亡し、 AB 間の売却が仮想のものであることについて善意の C、 また善意の C さん出てきました。はい、で、この時は、はい、この時はってなるんですけれど、 E の足、またちょっとね図がちっちゃくてあれなんですけれども、はい、さっきと状況自体はなんか似てるんです。 A さんから B さんに仮想譲渡された、そしてなんか善意の C さんに出てきてそこに売却したよって、同じなんですけれども、売却じゃないですね、すみません、相続したよってところで善意の C さんは変わりないんですけれども、はい、この第三者に対抗することができない。この第三者というのは、まあ、判例で定義というものをここちょっと括弧書きなんですけれども書いてあるんです。で、定義は書いてあるんですけれども、まあ、ちょっとね、いろんな第三者、例えば177条の対抗要件の第三者なんていうのもあったりするんですけれども、これ自体を覚えるというよりは前半の部分ぜひ覚えておいてください。当事者またはその一般証券人以外のものであって、この考え方は結構他の論点でも使えますので、ぜひここを押さえておいてください。当事者またはその一般証券人以外のものであって、すなわち当事者と一般証券人、その一般証券人は第三者に当たらないよって言ってるんです。で、この問い、意の足ちょっと見てみますと、はい、C さん善意なんですけど、 B さんの相続人、包括証券人なんですね。一般証券人、包括証券人なんですね。ということは第三者には当たらないんです、仮に善意であったとしても。なので当事者の契約とみなすので、当事者、虚偽表示の当事者は依然として無効のままですので、はい、A は C さんに対して主張することができますねっていう結論になります。はい、ちょっとね、あまりこういう問われ方はしないんですけれども、まあ、相続人はね、ほぼ非相続人と同視するんだよという考え方はいろんなところで多分見てると思いますので、ぜひ、ね、皆さん解けたと思います。はい、続きまして「う」の足も、ね、また見ていきましょう。また前半の条件は同じです。はい、移転登記までされたその後、コート地が B から AB 間の売買が仮想譲渡のものであることについて善意の C に売却、はい、まず1回善意の C さんに売却されました。で、その C さんがさらに仮想譲渡悪意の D さんに売却しました。で、この時その悪意の D さんは元の持ち主である A さんに対抗することができますか。はい、これもですね、平成23年の択一で出題があったかと思います。状況を見ますと、はい、こんな感じですね。ちょっとうなんですけど見ていただきますと、 A さんから B さんに仮想譲渡された。で、登記はここにある。そしてその後に善意の C さん、一旦この下の青を無視してくださいね、無視していただいて、善意の C さんに売却された。で、さらにその善意の C さんが悪意の D さんに売却してしまった。
で、この時に悪意の D さん、A さんに対抗することができるんですかって。はい、これはですね、対抗できるんです。D さんの勝ちになるんです。なぜか。はい、これは D さんの保護ではなくて、C さんの保護、善意の C さんの保護になるんです。はい。善意の C さん。ね、善意の C さんですので、AB 間の売買が仮想譲渡ってことを知らない善意の C さんなので、何の落ち度もないんです。で、何の落ち度もないんですけれど、まあ、お金に困ってしまったのか何なのかわからないですけれども、D さんに売ってしまった。で、D さんに売ってしまって、もし、これが虚偽表示なんで無効ですよ。D さんが悪意だから無効ですよってしてしまうと、例えば C さんも売ったお金戻さなくちゃいけないですよね。無効でしたら。だけど、手元にお金ないかもしれないじゃないですか。もう、お金に困って売っちゃって、で、それを使ってしまったなんて言うと、戻せなくなってしまう。そういう可能性があると C さん困っちゃいますよね。何の落ち度もないのに。で、その C さんの保護するために、はい。悪意、D さんが悪意であっても、C さんから譲り受けた D さんが悪意であっても、もうこれは対抗することできないよって、無効っていうことはできませんよっていうふうにしたんです。じゃあ下、もしこの青いケース、はい、C さんが悪意で D さんが善意だったら、まあこれは比較的ね、原則と考え方は同じかもしれません。善意の D さんの保護を優先するので、当然 A さんは対抗することできません。なので結論としましては、はい、一度虚偽表示の後に一度善意の第三者が入ってきてしまったら、もうそれ以降は無効主張することができませんよって結論付けていいと思います。はい、それが 善意悪意が入れ替わったとしても、一度もう善意の方が出てきてしまったら、その方の保護のためにもう主張すること、対抗することはできませんよっていうふうにしてるって、そう覚えてください。ぜひ。はい、続きまして絵の足見ていきましょう。絵の足、はい、詐欺ですね。まあ絵とを一緒にちょっと見ていきましょうか。A が B の詐欺によりコート地を B に売却した後、その詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるし、善意有過失の C さんです。善意有過失の C さんに売却した。で、その後に、売却した後に詐欺を理由として A が取り消したよ。はい、この時はどうするんですか。はい、尾の足も見ちゃいましょう。はい、今度は詐欺じゃなくて脅迫ですね。 A が B の脅迫によって B さんにコート地を売却した。で、その脅迫の事実について善意で過失がないし、善意無過失の C さんですに売却した。そしてその後、 A が脅迫を理由として AB 間の売買の意思表示を取り消した。 C さんと A さん、どっちが勝つんですかっていうお話なんですけれども、またね、ちょっと図があるんですけど、ちょっとちっちゃいんでね、はい、見えますかね。ちょっと、はい、A と O ですね。はい、状況的にはA さんが B さんに詐欺されて、B さんが A さんに詐欺をしたんです。で、売りました。で、その後、先に善意有過失の C さんに売却しているんです。その後、ここ、AB 間の売買を A が取り消している。これは、取り消し前の第三者 C さんですからね。取り消し前の第三者 C さん。すなわち、C さんが保護されるための要件は、善意無過失まで要求されています。この善意無過失で保護されるという要件なんですけれども、民法の大改正の時にもともとは善意のみでよかったんです。善意で保護されるって規定だったんですけれども、民法の大改正に伴って無過失まで保護されるための要件が上がりました。で、そこと、ね、そこをそのまま、ね、聞いてきている問題になります。本問は善意有過失の C さん。なので C さん、A さんに対抗することができません。はい、じゃあ脅迫の方見ていきましょう。脅迫、尾の足ですね。はい、状況は同じような感じです。で、C さん、今度は善意無過失です。で、この時は、この時も脅迫、取り消し前の第三者ですからね。取り消し前の第三者。はい、この時は、A さんね、詐欺に比べ、詐欺はね、A さん、ちょっと落ち度があったりするんですけれども、さすがに脅迫はちょっと A さん、かわいそうだよねっていうところで、C さんが善意無過失であっても、取り消し前の第三者に対しては、A さん、勝てます。はい。で、ここでちょっと押さえておいていただきたいのが、脅迫された人は一律に全部保護されるよって覚えられている方がちょっと一定数いらっしゃるんです。で、取り消し前の第三者に対してはそうです。善意無過失でも取り消せるんですから、当然悪意であっても有過失であっても取り消すことはできます。じゃあ取り消し後の第三者、はい、今ここ丸1ってこっちになってますね。丸1、善意無過失の C さんに売ってるのが丸1、その後に取り消しているのが脅迫により取り消しをしているこの丸2になります。じゃあこれ入れ替わったら、先に脅迫により取り消しした後に C さんに売っちゃったら、
善意悪意問わないですよ。売っちゃったらこれは登記の選考で決着です。脅迫一律で脅迫された人がかわいそうだから全部保護されるよって覚えるとちょっと危険です。今回は取り消し前の第三者だったので保護されますけれど、取り消し後の第三者であった場合は脅迫であっても登記の選考で決着です、ね、しっかりちょっと今年物件出題がなかったので来年物件ね出てくる可能性また全然ありえますし高いと思いますので、物件変動と意思表示で絡めて出題されるってこともなくはないので、ね、取り消し前なのか取り消し後なのかしっかり判断させて回答させる問題っていうのもありえますので、脅迫について一律に全部脅迫された人が勝つんだっていう覚え方はぜひやめていただいて、取り消し前なのか取り消し後なのか、取り消し後であれば登記の選考で決着、ぜひそうやって覚えてください。はい、というのにも、まあ、一応うは B ランクってしてるんですけれども、まあ、過去に出てる問題でもありますので、まあ、A ランクに近い B ランクだと思ってください。あとは A ランクなので当然取っていただきたい問題です。はい、続きまして問いの3ですね。問いの3見てください。はい、A について相続が開始し、その親族が妻 B および子 C である。はい、図で書くとこんな感じです。まあ書くまでもないですけどね。そんな登場人数いないので。はい、この時あの足から見てみましょう。B が A を脅迫して、はい、脅迫して相続に関する遺言をさせた。はい、俺に都合のいい遺言を書けと。財産俺が多くなるように書いてくれと。ね、脅迫した、ね、じゃないとひどい目に遭わさせるぞっていうんで脅迫をした。その後 A さんが亡くなった。この時は当然、はい、相続人の結核自由に該当です。相続人となることはできません。それはそうです ね、そういう悪いことをした人までは相続人とさせません。例えば今回みたいに遺言を脅迫で書かせ自分の有利になるように書かせたり、あとは遺言を捨てちゃったりとか、そういうのも結核自由に該当したり、あとは、まあ、あまりないですけれども、まあ、例えば他の相続人をね、ちょっと、殺そうとしちゃったりとか、そういうのも全部結核自由に該当して相続人になることはできません。ただし、結核自由に該当しても、その下、代襲相続自体は発生しますからね。そこも合わせてぜひ押さえておいてください。はい、続きまして、イノアシ見てみましょう。イノアシ。はい、よくこれも出るとこですね。 B が事故のために相続の開始があったことを知ったときから法定の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかった。このときは単純承認ってみなされるんですよね。はい、ちょっと解説見ていきましょうか。解説マーカーしてあるんですけれども、事故のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の期間を設けてるんですね。相続承認するのか単純承認なのか限定承認なのか相続の放棄をするのか、ね、借金が多ければ相続の放棄すればいいです。そういうのを考える時間を3ヶ月間知った時から設けてるんです。相続の開始があったことを知った時から設けてるんですけれども、相続人がその期間内に限定承認もしくは放棄をしなかった時は単純承認、ね、普通に承認した普通に相続したよっていうふうに見なされます。でこれはここに書いてあるんですけれども、法律関係の早期安定、あまりにもずっとね放置しっぱなしどうするのかわからないよってなってしまうと、それはそれでねいろいろ不都合が生じますので、3ヶ月っていう期間を設けていずれか選んでくださいねっていうのを設けてる。そして何も反応しないよっていう時は単純承認として見なされる。限定承認もしくは相続の放棄しないんであれば単純承認と見なされる。よくね出てくる論点です。そしてその右の足です。限定承認、今上で出てきました限定承認って何ですかっていうところです。 B および C が相続人ですね、が相続人となる場合には B のみが単独で限定承認をすることができる。これもよく出てきますね。限定承認単独でできるんですか、これはできませんということになります。まずねここ、解説冊子7ページですかね。限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができます。そもそも限定承認って何ですかっていうところなんですけれども、限定承認、はい、非相続人、まあ亡くなったので、まあ自分が相続人なんだろうなということが分かりました。分かったんですけれども、実際相続財産どれぐらいあるんだろうって。うん。全然知らないな、そういえば。聞いたことないなって。実はものすごいマイナスなんじゃないかとか。でもプラスだったら欲しいな。まあみんなそうですよね。マイナスはいらないけどプラスは欲しいなっていうのはそれ当然だと思います。ただ、どういう相続財産あるのか分からないなっていう時に、はい、限定承認。もともとマイナスの分とプラスの分。仮にマイナスの方が多かったとしても、このプラスの限度で義務生じますよ。この債務の義務が生じますよっていうふうに言ってるのがこの限定承認なんです。なので、まあ、最悪でもプラマイゼロにはなりますよっていう制度なんです。なので、非常にね、便利といいますか、ありがたい制度ではあるんですけれども、あまり使われない。そのハードルが、この問いなんですね。全員でしかできないんで、ね、なかなか協議が整わなかったり、
そういうのがあるので、ちょっとね、便利なんですけれども、なかなか使われてないなんて実情はあったりします。で、問題としましては、よく出てくるところなので、ぜひ解いていただきたかったところになります。はい、続きまして、絵の足見ていきましょうか。はい。B が相続の放棄をした。はい。放棄をしたときは、初めから相続人とならなかったものとみなされる。これ、そのまんまですね。もう放棄は絶対的です。はい。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。初めから相続人とならなかったものとみなされるので、遺産分割協議の当事者になんかもなったりできません。過去にそんな問われ方した年もありました。ね、初めから相続人でなかったとされる。放棄は初めからもう絶対的な効力で相続人とはならなかったこと。これもね、A ランクです。ぜひ解いていただきたかったです。はい、最後、おの足、C が相続の放棄をした場合、はい、それが B の脅迫によるものだって、なんか B さんね、さっきから悪いことばっかりしてるんですけれども、相続の放棄を B の脅迫によってしてしまった。で、この時は、はい、さっき意思表示でやりましたね、脅迫による意思表示は取り消せます。それは、はい、相続のこの承認、放棄においても同じです。相続及び親族の規定によりということで、さっきやりました意思表示、あの規定に基づいて、当然取り消すことはできます。ちょっとね、細かいんですけれども、まあ、感覚で分かっていただけたんじゃないかなと思います。はい。で、民法3問見ました。ぜひね、全部取っていただきたいものになります。ね、ちょっと細かいのもね、例えば第1問の意の足ですとか、まあ、今のもちょっと細かかったりするんですけれども、3問、まあ、やっぱ皆さん取ってきてるんじゃないかなと、少なくとも2問は取ってきてるんじゃないかなっていうところをちょっと期待したいなと思っております。はい、で続きまして不動産登記法に入りたいんですけれども、ちょっとね、全部の足はさすがにちょっと時間の都合上、ね、ちょっと解説している時間がありませんので、ちょっと抜粋してね、いくつか解説したいと思います。じゃあ10ページちょっと見てください。問いの5ですね。不動産登記法に入ります。10ページ問いの5を見てください。問いの5、はい、まず対話形式の問題でした。昨年令和3年度の出題では対話形式の問題非常に多かったんですね。3問昨年は対話形式の問題が出たんですけれども、今年はこの1問だけでしたね。まあ、18問にちょっと変な問題はありましたけれど、対話形式としてはこの問題。はい、じゃあ、うの足見ていきましょう。ちょっと、登記識別情報に関する証明請求ですね。について、はい、土地家屋調査士が本人を代理して登記識別情報に関する証明を請求する場合、代理人の権限を称する情報、代理権限証書は提供しなければなりませんか、必要ですって言ってるんですけれど、はい、これもね、ちょっと過去、平成21年に出題があったところではあるんです。平成21年に出題はあったんですけれども、それ以降はちょっと出題されてなかったかなっていうところになります。まず原則、登記識別情報に関する証明を代理人によって請求するときは、代理権限証書が必要です。まあ、代理権限を称する情報、代理権限証書が必要です。まずこれが原則です。ただし、緑のところ、土地家屋調査士等の資格者代理人が代理人となって請求する場合には、代理権限証書いらないよってなってるんです。ちょっとね、あんまりないと思います。代理人から申請するよって言って、申請といいますか、請求するよって言って、で、代理権限証書いらないよっていうのは、出題される中ではここぐらいなんじゃないですかね。ちょっと間違いがあったら申し訳ないんですけど、基本ここぐらいです。かなり珍しいところになります。でもその代わりです。はい、下のピンク。資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができるものであることを称する情報。これ何ですか？下にちょっと書いておきます。はい。所属の土地家屋調査士会が発行する職員証明書なんてものが当てはまります。ちなみにこれは作成後3ヶ月以内じゃなくちゃダメです。あとは、登記上が発行する印鑑証明書なんかも当てはまったりします。あとは電子によって請求する場合には、もちろん電子証明書なんかも入ったりしますけれども、職員証明書、よくね、皆さんが書式問題、本人確認情報なんかと合わせて提供する職員証明書、あれと同じですね。職員証明書、作成後3ヶ月以内のものを添付することによって、代理権限証書いらないよってなるんです。で、合わせて押さえていただきたいのはですね、これ代理権限証書いらないよって言ってるんですけど、実はプラスアルファで結構必要ないよってされるものがあったりします。まず代理権限証書が不要ということは、そこに記名押印本来ならしますよね。記名押印本来ならするわけですけれども、その代理権限証書、委任状ですね、委任状そのものがないので記名押印がないということは、印鑑に関する証明書、印鑑証明書の提供も必要ないです。請求人の印鑑証明書も不要になります。あとは代理権限証書ではなくて、例えば相続人から請求するよなんて時に、相続証明書を添付して請求できますよってなってるんですけれども、これも不要になったりします。あとは登記記録と
実際の住所、氏名が異なっているよなんて時につける変更があったことを証する情報、変更証明書と呼ばれるやつですね。あれも不要だったりします。結構いろんなものが不要になったりしますので、ね、ぜひ覚えていただきたいんですけど、やっぱり一番聞かれるのはこの代理権限証書ですかね。他にあまり見ないので、結構ね、ここしばらく出てなかったんで、ちょっとね忘れちゃってるとか、ね、覚えてなかったよって方いらっしゃったかと思います。はい、でもまあ基本は B ランクです。まあ、ただね、これあの足もちょっと B ランクで、実はね、ちょっとね、イの足が多分一番判断しやすいかなっていうところにはなるんですけれど、結局あとウで、この B ランクのあとウで判断しなくちゃいけなかったって、ちょっと辛いところはあったかなっていうので、正答率そこまで高くはなかったですね。まあでも できれば取っていただきたいところになりました。問いのこのウの足です。はい、続きまして問いの6はちょっと解説はしないんですけれど、地目です。地目で、地目については、ね、あの出題されると大体ね、出題された時はぜひ取ってくださいねって皆さんにお伝えする問題がほとんどなんですけれど、まあ、ちょっと今年の地目は細かかったかなっていうところです。まあ、あの足はね、当然もうあの足はまずね瞬殺していただきたいんですけれども、あと条文通り出題されているのが絵の足になるんですけれども、ちょっと成功、当連や模試ではね見ることはあったと思うんですけれどもね、ちゃんとこれが判断できるかっていうと、過去問から判断できるかっていうとちょっと難しい。であとは結構個別具体的な事例になってて、これ地目認定なんかには載ってたりするんですけれども、ちょっと細かいかなっていう。なので、まあ、一応あと絵だけは A ランクなんですけれども、あとは B ランクですね。ちょっと、地目なんですけれども必ず取って、まあ、取ってほしいんですけれども、もちろん取ってほしいんですけれども絶対に取ってねっていうものでもなかったのかなっていうところにはなります。はい、続きまして問いの7を見てください。問いの7で見たいのは尾の足ですね。尾の足、はい、登記記録の地籍が30部から99平方メートルに換算して、これ何を言ってるんですかって。で、実際目にしたことある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これこの30部と言われるもの、これ旧借款法による表記の仕方、今はですね地籍平方メートルで統一されてますね。どういう土地であっても基本平方メートルに統一されてます。で、統一をされるようになったのがここですね。よいしょ。昭和41年3月31日までは借款法による表示が認められていたんです。で、そこからそれ以降は借款法による表示がされているものについて、登記所の方で現在の平方メートルに全部変換していってくれたんです。で、変換していった結果、はい、これもともと宅地じゃなかったんですよね、きっとね。宅地1公センチじゃなかったので99平方メートル切り捨てられてるんですね。1平方メートルの100分の1以下切り捨てられてて、で、この30部と言われるこの一部と言われるもの、一部と言われるとちょっと馴染みないかもしれないですけど、これ一坪のことです。一坪のこと、まあ、他に一世とか一単とか一丁とかっていう単位があるんですけど、この一部というのは一坪のことです。いくつでしたかね、 3.305781 とかなんかそれぐらいの数字、間違ったら申し訳ないです。 3.30 なんちゃらっていう数字をこの30部でかけるんです。で、かけた結果 99. 点なんちゃらだよって数字が出てきたはずなんです。出てきたんですけれど、宅地高センチじゃなかった、だから切り捨てられた。で、今回地目宅地に変更するにあたって処理した、波数処理した、その数値どうするんですか。もともとさっきこの30部に 3.305781 という数字をかけた波数をそのまま表示していいですよっていうのがこの問題だったんです。で、実はこれ平成の14年に択一で出題がありました。まあ、随分前ですけどね、もう20年近く前ですか。平成14年で択一の出題があったのと、実は平成15年の建物の問題でこれを問う書式の問題があったんです。実際に登記記録で、平方メートルで与えられている、波数処理された平方メートルが与えられている。で、その隣に何坪ですよ、何部ですよっていう数字が与えられている。そして 3.30 なんちゃらっていう数字まで与えられてて、実際に掛け算して波数出してねっていう出題があったんです。でも、これも平成15年なんです。もう皆さんね、全然もう触れてない方もいっぱいいらっしゃるかと思います。なので、これ自体は、この問い自体は C ランクです。ただ他の足が結構ね素直な足だったので、回答自体は皆さん導き出せたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きましてですね、問いの8ですか、ちょっと見ていきましょう。問いの8、はい、見たいのは絵の足です。絵の足、はい、この問題もですね、この足もですね、ちょっと悩まれたんじゃないかなって思います。で、これも平成15年ぐらいまでは結構択一で出題があったところになるんですけれども、しばらく全然問われてなかったところになります。
何かと言いますと、熱定登記設定の仮登記がある土地について分泌されたときは、登記官が新たに共同担保目録を作成しなければならない。はい、解説見てみましょう。原則、括弧で囲ってあるところの原則です。この問題自体は C ランクです。原則、括弧で囲ってあるところ、通常の担保権設定されている抵当権ですとかね、そういうのが設定されている土地を分泌するときに、証明承諾とかなければ、通常、その抵当権は転写されます。はい、で、転写されると、もともと同じ債権、債務に紐づいている、債権債務に紐づいている抵当権だよっていうことを示すために、共同担保の関係、共同担保目録というものが作成されます。まずそれが原則なんです。で、本問は、熱定登記設定の仮登記なんです。はい。で、緑ちょっと見てください。共同熱定等については、設定と同時にその旨の登記を具備することが必要とされている、共同熱定等につきましては、そもそも登記をしないと効力を生じないんです。で、その旨の登記と言われている、この登記は、仮登記は含まない、本登記のことを言ってるんです。こういう規定が民法に規定されているんです。不動産登記ではなくて民法に規定されているんです。はい、共同熱定等については必ず本登記まで入れないとその効力生じませんよ。で、この問いは仮登記なんです。仮登記。なので仮登記は効力生じません。ということはそもそも共同熱定等にはならないんです。仮登記の時点では。なので共同熱定等にならないということはそもそも分泌しても共同担保目録は作成されません。かなり細かい足だと思います。もうこれ C ランクです。昔はよく出題されてたんですけれども、かなり細かい。で、ちょっとね、この問題、ぜひ解いていただきたかった。他の足 A ランクであったり、まあ、E も B ランクなんですけれども、結構皆さんできたんですけれど、まあ、鍵となったのはむしろ A かもしれないですね。問いのは、この3ヶ月要件。印鑑証明書、印鑑に関する証明書、全部3ヶ月だよって、ちょっと一律で覚えてしまった方がいたのかなっていうような、ちょっと択一リサーチの結果になるんですけれども、ちょっとそういうふうに選んでしまった。円の足がちょっと分からなかったので、あの足で判断する。で、そのあの足の判断が、まあ、ちょっと印鑑証明書っていうものだけで引っ張られてしまったのかなっていうのが、ちょっと正直なところです。ぜひね、印鑑証明書、3ヶ月のものと3ヶ月じゃないものありますから、で、復習される際は、その辺全部きっちり分けて考えられるようにしてください。はい、それではですね、続きましてちょっとね時間もねなくなってきてるのでだいぶちょっと飛ばしちゃうんですけれども、全体的にね正答率良かったので A ランクの論点がほとんどになりますので、あの解説冊子ぜひ見ていただければ内容自体は分かっていただけるようなものになるかと思います。すいません、もうちょっとだいぶ飛んじゃうんですけれども、はい、問いの18見てみましょう。問いの18、はい、おそらく今年の20問の中で一番解きにくかったんじゃないかなっていうのがこの18で、択一リサーチの結果も、まあ、一番正答率が低かった、まあ、それでも一応7割は超えてるんですけれども正答率低いなって思われる問題でした。はい、いろいろ条件書いてあるんですけれども、まとめたのがもうこの図で与えられてます。で、実際もこの図の通りなんですけれど、はい、この AB 公土地、乙土地、平土地、まあ、全て AB 共有で所有権の登記名義人だよって言ってます。なので登記入ってるんです。登記入って共有してるよっていうことになります。はい、じゃああの足から見てきましょう。はい、A は公土地及び乙土地の A の共有持ち分権、はい、共有持ち分権を敷地権として表題登記がない低区分建物について表題登記を申請することはできない。はい、まあ、これ表題登記申請することができないと言いますか、これ敷地権になるかって聞かれてるんですよね。表題登記申請できますかというよりは、これ敷地権になりますかってあの言い換える、問われてるって変換することができるかと思います。で、これ最初私この図を見たときに、実際に皆様と同じように最初この問題見たときに、あれ、いわゆる長屋型タウンハウスの話なのかなってちょっと思ったんです。例えば公土地が A 単有、乙土地が B 単有で、その上に区分建物が建ってるって、そういう問題かなってちょっと思ったんですけれども、ね、よくよく見てみましたら普通に共有、はい、敷地利用権が数人で持ってる。で、先ほどお伝えしました敷地権の要件大丈夫ですよね。敷地権の要件、登記されている敷地利用権がまず登記されている権利であって、区分建物占有部分と分離処分禁止、一体化して処理するものを敷地権という するんですよね。じゃあ今回、はい、登記されている権利だっていうのはもう問題文から所有権の登記名義人って入っているので所有権の登記がされている。じゃああとはこれが一体化されるんですかっていうところです。分離処分が禁止されるんですかっていうところなんですけれども、これは、はい、解説冊子ちょっとね
見てみましょう。はい、図でもね表しているんですけれども、ここですね、はい、ちょっとちっちゃくなっちゃってるんですけど、はい、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合は分離処分禁止になります。ね、これもねもちろん皆さんね書式なんかでも判断していただいているので、ね、ご理解いただいているところかと思うんですけれども、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときはもう一体化されます。ということは、はい、当然所有権の登記、登記が入っている敷地利用権、敷地利用権が登記されている権利であって一体化されている分離処分が禁止なので、これは敷地権になります。なので敷地権として表題登記の申請をすることができますかは当然できます。はい、ちょっとね私みたいに長屋型タウンハウスって考えた方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないです。私最初そう思ったんです。だから全然話が違ったということになるんですけれども、そうやってちょっと勘違いされた方も一定数いらっしゃったのかなって思いますね。よく見ていただければ通常と同じように敷地権になるんだぞということを判断できたんじゃないかなと思います。はい、続きまして意の足、はい、兵土地が規約により表題登記がある墓区分建物の敷地とされた場合、兵土地が規約敷地になったんですね。この時兵土地が敷地となった日から1ヶ月以内に兵土地について有する登記された敷地利用権を敷地権として表示する表題部の変更登記申請しなければなりませんか。はい、これも判断としましては規約敷地になるよって言ってるので、まあ、敷地権になるかならないかの判断をしていただく問題になるかと思います。で、考え方はさっきと同じです。登記されている敷地利用権であって数人で有している利用権になるので当然一体化されます。なのでこれも敷地権になりますので、敷地権となるということは敷地となった日から、ね、規約敷地になった日から1ヶ月以内に表題部の変更登記は当然申請しなくちゃいけないですよね。はい、この足をできればキー足、軸足にしていただきたかったなって思います。あと今冷静に読んでいただければ判断できる足だったと思いますので、ね、意の足をまあキーにしていただいて、まあ、3と4どちらかなって判断していただければよかったんじゃないかなと思います。はい、続きまして右の足です。右の足ですけどこれですね、これ、実はですねこの論点自体はレックの答練などでも記述問題で問わせていただきましたし、実は本試験の当日に配布する直前チェックになる、冊子があったんですけれども、実はそこでも書かせていただいた論点になるんです。ただこの問いを見たときにそれだって分かるか分からないかっていうところがちょっと、ね、判断分かれたんじゃないかなと思います。それさえ分かっていただければ解けた方多いんじゃないかなと思います。はい、兵土地を低区分建物の敷地とすることについて、はい、兵土地すなわちまたここですね、法定敷地じゃない兵土地です。はい、この兵土地を低区分建物の敷地とすることについて A のみが賛成した旨が記載された集会の議事録、これを添付したら敷地権することができるんですか、敷地権として表題登記することができるんですかっていう問われ方なんですけれども、これ敷地権として表題登記できるかという問いではなくて、実際はこのA のみが賛成した旨が記載された集会の議事録を添付してといいますか、議事録のみで兵土地をそもそも規約敷地にできるんですか、そんな規約設定できるんですかっていう問題だったんです。敷地権になるかとか表題登記できますかというよりも、そもそも規約によってここ敷地にすることできるんですかっていうところなんです。そして皆さん多分それさえ分かってしまえばこの要件出てきたんじゃないかなと思うんですけれど、38ページはい、右の足の解説38ページ、これが出てきて欲しかったんです。規約を設定変更廃止するには区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要だよって、この要件を思い出せたかどうか、思い浮かんだかどうか、これを問われてるんだってとここが気づけたかどうかだと思います。皆さんはね、この要件自体は結構もういろんなところで問われてて頭に入ってたかと思うんですけど、この右の足の問われ方をしたときにそれなのかなっていうところね、ぜひ判断していただきたかったんですけど、ちょっとね聞かれ方が難しかったのか、そうですね、規約っていうよりもなんか敷地権とかそっちに引っ張られてしまうっていうところはあったかもしれないです。ぜひねこの要件思い出せていただければよかったかなと思います。区分所有者および議決権の各4分の3なので A、B、2人しかいないので、もう区分所有者の4分の3ってなってる時点で A、B 両方必要です。片方だけじゃダメです、ね、それをねなんとかこの問題から思い出していただきたかったということになります。はい、続きまして絵の足ですね、絵の足、はい、
定区分建物および墨区分建物の表題部に高土地および乙土地にかかる敷地権が登記されている、もうすでに敷地権になっているんですね。この時に、はい、A さんだけです。 A さんは定区分建物についてのみ敷地利用権との分離処分可能規約を設定して、はい、でさらにそれを添付したことによって敷地権の抹消、その表題部の変更登記で申請することができるんですかっていう問いです。で、分離処分可能規約なんですけれども、今これもともと分離処分可能規約がもともと敷地権ですよって設定がされてるんですけれども、例えば一番最初に表題登記するときでさえ分離処分可能規約を一部の区分建物と敷地利用権に設定するなんてことも当然できたりしますね。一部の部分についてのみ分離処分可能だよっていうふうにすることもできるので、後からもともと敷地権になってるよっていうものも一部について分離処分可能規約を設定して敷地権じゃなくするよっていうことも当然できます。はい、それを思い浮かべていただければ絵の足ね、正しいって判断することができて回答を導き出せたかなって思うんですけれども、ね、胃の足を軸にしてくださいってお伝えしていた、さっきその胃の足と並んでるのが胃の足と絵の足なんですよね。で、胃の足はさっきのがちょっと思い浮かんでいただけるといいなっていうところで、絵の足見て結論で4ってしていただけたらよかったかなって思います。はい、最後尾の足ですね。おそらく皆さんね、一番択一リサーチなんか見ますとちょっと間違える方が多かった問題になります。はい、高土地の A の共有持ち分権、もう共有持ち分権って言ってるんですから、まあ土地の持ち分権ですよね。定区分建物の敷地権である旨の登記がされている場合、はい、当該敷地権である旨の登記がされた後、売買を原因とする共有持ち分権の移転の登記をしようとする、共有持ち分権の移転と言ってるんですから、高土地の共有持ち分権のみを移転したいって言ってるんです。もともと敷地権になってるんです。敷地権になってるんですけれども、土地の共有持ち分だけを所有権移転売買したいよ、その時はその前提としてその持ち分権にかかる敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記はこれは必要です。そうですよね。敷地権ってそもそも何のためにしてるんですか。登記記録が、土地の登記記録が煩雑にならないように一体化して処理したいっていう、そこの要請から分離して処分することが禁止されてるんですよね。さっき敷地権の要件言いましたけれども、ね、登記された敷地利用権であって分離処分が禁止なものをそもそも敷地権としてるんですから、土地の持ち分だけを売るっていうのは原則できないんです。じゃあどうやったらそのためにね、それを売るためにはどうやったらできるんですかっていうのが、はい、じゃあ敷地権として一体化されてるんですから、その一体化外しましょう。すなわち分離処分可能規約を設定して分離処分可能にした状態、そして敷地権抹消しましょうねっていう手順が必要になってくるんです。これね、皆様ね、多分東連など、まあ、いろんな書式の問題解いていまして、今後もし学習される際、ぜひ事実関係なんてよく問題に出てきますよね。何月何日に誰々さんがどういう登記をしてとか、でその次に何月何日に誰々さんがまた登記して、ああいう事実関係が並んでいる問題があって、複数の登記申請したよなんて問題があった時は、必ず多分一番最後に何をそもそもゴールにしているのか、最終的にどういう状態にしたいからその登記が必要なのか、しかもどういう順番で、しかも誰から、複数の登記があるときはぜひそれを意識して、今後解いている最中はなかなか難しいかと思うんですけれども、復習される際で事実関係でいくつもの登記が並んでたりするときは、やっぱり最終的にどうしたい、でそのためには何の登記をどの順で誰からするのか、ぜひね、すごく特に敷地権なんかだと意識されるようにしてみてください。レックの東連や模試でもこの手の問題ありました。敷地権で一部分を売却したい、じゃあそもそもその一部分を売却したい、土地の持ち分だけ売却したいよっていう時は、分離処分可能規約を設定して敷地権を抹消する、で敷地権を抹消した上で、例えば先に分筆をするんであれば誰から申請するんですか、もう一体化されてないんですから、今度申請人は、ね、土地の例えば所有権の登記名義に全員ですとかになったりする、でさらにそこから分筆して所有権移転登記を申請するなんていう問題もありました。なので必ず最終的なゴール何なのか、そして何の登記が必要で、どういう順番で誰から申請するのか、今後ね、書式問題でいくつかの登記が出てくるときなんかはぜひ意識して復習していただくといいと思います。はい、それではですね、時間もそろそろ来ているので、最後ちょっと見たいのが問いの20ですね。42ページ見てください。問いの20、はい、調査手法ですね。問いの20、見たいのはあの足になります。あの足、はい、土地家屋調査士は連合会の定める様式に事件簿、
調整して、その閉鎖後7年間保存しなければならない。はい、実はですね、これ改正があったところになります。令和2年の8月1日ですかね。令和2年、なので2年前に改正があったところで、まあ、いよいよ出てきたかなというところでした。閉鎖後もともとは5年間の保存でよかったんですけれども、改正によって7年間に変更されました。でこれは懲戒処分をするときに除籍期間というのが設けられました、ね、7年超えちゃうともう懲戒処分できないよという規定が設けられたのに合わせて、もし、ね、その懲戒処分される7年以内にされちゃうよというときに、一応防御手段などとして必ず事件簿は残しておいてくださいねというのに合わせて7年間の保存、5年間から7年間の保存というところに改正があったというところになります。ね、まあ、いよいよ出てきたんだなというところにはなりますね。でもこれも多分東連模試などではもちろん、ね、出てきたと思いますので、ぜひ取っていただきたかったですし、卓越リサーチなんか見ても皆さん、ね、解いていただけてたので、まあ、よかったかなと思います。はい、後の足につきましては、うとえとおにつきましてはもう完全に A ランクですね。でいの足だけちょっとね、なんだろうなって思ったかと思うんですけど、これはもう C ランクですね。うん、まあ、なんとなく注意勧告したらその旨を公表しなければならないのかなって思いますけれども、注意勧告では公表されません。官報なんかでこう、ね、広告されたりする、公示されたりするのはあくまであれは懲戒処分です。注意勧告の時はあくまでね、注意したよっていうところが、よいしょ、管轄する法務局、地方法務局の長に報告はしなくちゃいけないんです。報告はしなくちゃいけないんですけど、でも別にそれを公表する必要はないですよって、まあ、ちょっと難しいと言いますか、そんなの意識したことないよって方がほとんどかと思いますので、全体としては C ランクです。これはただね、うとえとおが A ランクなので必ず解いていただきたい問題になりました、ね、改正後の論点も出てきたぞというところになります。はい、それではですね、ちょっとお時間も来てしまったので全部の話全然触れることできなくて、ね、申し訳ないんですけれども、やっぱり、ね、見ていただいて分かる通り、もうほとんどが A ランクになります。なので復習もね、解説冊子見ていただければ皆さんね、各自復習できるようなものになっていると思います。で今日今お伝えしたものはかなり細かいものを逆に、ね、説明させていただいたので、それについてはぜひ合わせて復習していただきたいなと思います。で、ね、再三何度もお伝えして申し訳ないんですけれども、今年の卓越非常に皆さん出来が良かったです。本当にちょっとね、またお見せしますけれども、非常に卓越が良かったです。令和4年度のね、これだけ見ても18問以上が1000人近くいます。もう正直ちょっと異例の事態です、うん、これだけできているっていうなりますと、やっぱり18問以上取っていただきたかった。そしてまあ書式勝負になってくるのかなと、18問以上取っていただいた上でかつ書式勝負になってきてしまうのかなというところもありますので、最初にお伝えしましたように、ぜひ18問以上取られた方であっても、19問でも満点でも、ね、取っていただいた方であっても、ちょっとでも書式不安感じるようでしたら、今からで構いませんので必ず学習してください。もう始めてください。1月の11日その筆記試験の合格発表の日まで必ず学習してください。でその中でもしね、レックの講座を検討してみたいよって方いらっしゃいましたら、各本校などにお問い合わせいただければ必ずご相談にも、ね、乗させていただきますので、ね、もしちょっとお話聞いてみたいよって方いらっしゃいましたら、ぜひご検討ください。はい、それではですね、時間にもなりましたので、ここで卓越編を終わりにしたいと思います。皆様お疲れ様でした。ではここからは書式の解説後半、私木村が担当させていただきます。皆さんよろしくお願いします。はい、1ヶ月ちょっと経ちましたね。まあ皆さんいろいろこうちょっと心の中も落ち着いてきているんじゃないかなというふうに思います。前半松本講師の方から説明ありました通り、まあ、今回卓越の方がかなり基本的な内容だったということで、まあ皆さんやはりきちんと点取れてるんですね。なので勉強してるところは間違ってないというふうに思います。でやはり取れてないという人がまあ一定数もちろんいるので、まあ、15問という基準点が出たということになりますけれども、まあ、ここにいらっしゃる方はね、まあ、ある程度できているというふうにまあ私は思いたいです。で松本講師からも説明があった通り、やはりどれだけ点数重ねていても今回に関しては安心できないということで、まあ、勉強はもうとりあえず続けていなきゃいけない、まあ、もうここでこの時点で始めてますよというふうに皆さんには言っていただきたいというふうに思っています。でその上でじゃあ書式勝負になってくるということになるんですけれども、じゃあ実際に書式の基準点、あとはトータルの合格点、これ実際どのぐらいなのか、ね、あくまでも予想でしかできませんけれども、卓越の冊子の先ほども見ていただいた最後のページですね、
はい、まあ、実際書き加えたのが今年の、まあ、受験者数、まあ、これ出願者数からだいたい1000人引いたぐらいの人数になるので、まあ、だいたい本当にその通りですよね。4404名。そして公表されているのがこの基準点15問の 37.5 点です。はい、でここはもう色変えて私書いちゃいましたけれども、あくまでも木村の予想、まあ、だいたい書式の基準点33ぐらいになるんじゃないかなというふうに思います。で総合トータルの合格点はもう80点はいってほしくないという私の希望も込めて79、このぐらいで止まってほしいなというふうに思っています。でやはりしっかりと努力した人は合格してほしい、そういうふうに思ってますけれども、まあ、残念ながら毎年 0.5 点足りなくて涙を流す人毎年いるんです。毎年いるけれどもさらに今年は増えるんじゃないかなというふうに思います。 0.5 点足りないということで合格できない、この 0.5 点でそんなに変わっちゃうのか、ね、これやっぱり悔しい思いをする人がたくさんいると思います。でも最初に言っておきます、絶対に諦めないでください。番号がもしなかった人、絶対に諦めないで来年再チャレンジ、ね、してもらって必ず合格を勝ち取ってほしいと思います。なので、まあ、今日このタイミングでやはり何か皆さんがね、こう心にやっぱり来年に向けてもう勉強しっかり始めるぞ、ね、そんな風なきっかけになってくれればいいなと思って書式の解説させていただきたいと思います。はい、ではまずこの土地と建物、この2つについて、まあ、このどんな問題だったのかというところを少しお話ししてからね、実際に問題見ていきたいと思いますけれども、土地に関してやっぱり一番大きな声は土地やっちゃった、ね、この声がやはり大きいです。でこの土地の問題、まず最初の特徴としては、まあ、問題のページ数9ページというような、ね、長文でした。でこれ建物の場合は確か令和2年だったと思いますけれども、まあ、五輪松子の問題、あれが確か9ページあったと思うんですけれども、土地に関しては9ページ最長だったんじゃないかなというふうに思ってます。でその長い問題の中で重要なポイントと、それから実際になくてもいいところ、その取捨選択がきちんとできたか、ね、その9ページというところに惑わされて本来できなきゃいけないこと、それもできなくなってしまった、ね、座標計算なんてそのいい例です。全然難しくない、でもやっぱり問題文に惑わされて、ね、実際に座標値出ませんでしたよっていう人もこれいます。ただ座標値出なかったとしても、まあ、もちろん時間がなくてっていう人は作図だけは終わらせました、それはそれでいいと思います。なので、まあ、どこまでこの長文、ね、パニックにならずに普段通りできたか、まあ、そういったところかなというふうに思っています。でやはり近年の傾向としては実務職がとても強くなってきてるんじゃないかなと思います。問題文が長くなるということは、これはやはり調査の部分が多くなってるっていうことだと思うんですね。で実際に実務でも土地家屋調査士の業務って、やはりそういった隠れた調査の部分っていうのがかなり重要です。なのでそういうところにやはり重きを置いてるんじゃないかな、そんなふうに感じました。あとは建物に関して、建物はもうこれ正直優しいと言っていいと思います。ただ建物のやっちゃったランキング第1位、これが付属の床面積。今回、まあ、鉄骨造です。もう鉄骨造、まあ、しょっちゅう出てくる問題だけれども、しっかりとその柱の両側が被覆されているのか、外側だけが被覆されているのか、または外側に壁があるのか、これ皆さんどこで床面積算定するのかっていうのはしっかりと学習していたはずです。ただ今回間に胴縁なんていうのがあって、どこが外面間の距離なのかっていうのがやはり分からなくなってしまったという声が多かったです。なので付属の床面積の算定ミスが第1位、そして第2位は建物図面の引っかいですよね。東側の引っかい線、土地のあれが斜めだというところ、読み取りミスってしまった、
要は長方形の土地だと思ってしまった、まあこんな声も多かったです。まあやっちゃったランキングとしてはもうこの2つが圧倒的に大きな声として聞かれました。はい、なのでまあどれだけまあミスを少なくして、そして土地の方では冷静に対応してある程度の点数が取れたか、まあそういったところの勝負になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、では早速、はい、手順目の方出してください。書式編の方です。はい、こちらですね。はい、では1ページ目。はい、当日の解説では実際に、まあ、私がもう解いたままを持ってきたというものをね、写しながら説明したんですけれども、今日は少しね、皆さんに見やすいように書き直してあります。はい、でまあ、必ずやるべきことはもちろん誰から何について何の申請をするのかというのをしっかりと読み取っていくんだ。で今回 A 氏 B アザ八幡184番1、これが本件土地ですよ。はい、だからまあ少なくとも表題登記ではないなっていうことが分かります。で所有者である春の朝子から、はい、ということは、まあ、所有者としか書いてないけれども、まあ、この184番1の土地は表題登記までされているのか所有権の登記までされているのか、ちょっとここまでね分からないけれども、登記記録を見て確認していく。そして引っ換えの調査に関する相談、はい、今回こんなのも入ってますね。引っ換えの調査に関する相談、まあ、だから隣地との境界、まあ、ここがちょっと不明なところがあるのかななんていうふうに思いながら読み進めていく。そして本件土地について必要となる表示に関する登記、はい、これが何なのかなというふうにね、これ見ていくと、今回最後の直書き3行分で、まあ、隣地についてもこんなふうに示されています。はい、でまあ、ここいろいろマーカー塗ってあるのはもちろん最後まで読んで、ね、問題検討していろいろ書き込んであります。で一番ねしっかりと書いてほしかったのは本件土地の形状です。まず、はい、本件土地の形状をこの185番3の土地との境界 AB だというふうに認定してしまった人、はい、これ土地でやっちゃったという声で割と多かったんですね。これ AB だというふうに考えてしまって、分筆登記東側の方はこの BGH なんていうところを使って分筆してしまった、はい、まあ、そんな声も聞きました。今回本件土地に関してはこの185番3との土地の引っ換えは EFG、ここを結んだ線です、ね、なのでしっかりとここを囲っておく、ね、そうしないとやっぱりそんなミスが出てきちゃうんですね。今回この B 点っていうのは全く関係ないですね。 B 点っていうのはこのあと185番3の土地の所有者がこの部分を分筆登記して、そして所有権移転登記っていう話になってくるので、今回本件土地では全く関係ない土地ですよね。はい、まあ、そういったところもしっかりと押さえていく必要がある。はい、でまあ、今回3筆分筆になるということになるので、この後読み進めていきますが、やはり地盤の振り方指定がありました。最近割とありますけれども、東側から184番1、そして西に向かって184番、次3になりますっていうこともね、これ書いてあったので、ここきちんと振れたか、はい、やっぱりこれ逆から振ってしまったなんていう声もありました。なのでしっかりと問題文を読む力、読解力というのが、まあ、これは重要になってくるなというふうに思います。はい、で注意書き、はい、I 点はE と D を結ぶ直線上、はい、I どこにあるのか、ここにあります。はい、そして J は B と C を結ぶ直線上、はい、ここにありますね。
はい。で、まあ、この2つの点を求めなさいというのが、この後出てきます。はい。で、まあ、2点かな。ただ、実質、この P 点という、ね、この点を、まあ、放射点計算で求めていくということになるので、まあ、実質求めなきゃいけない点というのは、まあ、この3点ということになります。ただこれに関してはもう答え書いてあるようなもんだということで、まあ、皆さんすぐにね放射点計算で出せたと思います。ただまあこの P 点というのは引っかい点ではない分割点でもないということになるので、まあ、一応こんなふうに、まあ、緑で私は古桁でね書き込んじゃいましたけれども、まあ、この P 点を求めてそしてその後に J 点ですね。はい。でこの J 点というのはこの直線が X 座標が同じ、これまずしっかりと気づいてもらって X 座標が同じということはこの直線は Y 軸に平行な直線ということになります。はい。でそれに直角に交わる、はい。まあ、ここで分筆していくんですね。はい。ってことはこの直線は X 軸に平行な直線ということになる。はい。したがって J の座標値というのはもうこれ与えられているというふうに言えますよね。この C 点 B 点、まあ、G 点もそうですけれどもこの直線上の点なわけだから X 座標は当然同じになります。はい。なので C の X 座標と同じですよ、 279.30。 そしてそれに垂直に交わる直線ということは X 軸に平行な直線。じゃあこれ P 点の Y 座標、それがそのまま J の Y 座標になりますよ。はい。だから P 出してしまえばもうこれは答えがもう出てる、もうこれ同然ということになります。はい。でちなみに今年私の直前講座を受けていただいた方は、まあ、今回、ね、登記の目的もこれ土地建物割とパッパシッとね当たったんですけれども、この座標計算にしてもはいこれちょっと自慢です。はい。直前講座の本試験は高度計、ね、これ受けていただいた方はこの D 点がまさにそうだったんですね。はい。要はこの D 点というのは C 点の X 座標とそれから E 点の Y 座標、ね、要は特殊な直線の交点だった、これと全く同じです。はい。なのでこれに実はまあ気づけなかった、今回ね問題しっかり読まずに気づけなかったっていう人もいたのも事実で、まあ割と最近は交点計算がねこれよく出ているのでこのあたりはしっかり気づいてほしかったなというところです。はい。で残りの I 点に関しても結局交点計算なんですね。E と D はもともと座標値与えられているので、まあ、これ統計計算モード等を使って Y イコール A プラス BX というふうに式を立て、そしてこの直線との交点だ、この直線というのは要は Y イコール 293.12、 これは X 軸に平行な直線だからね、そしたらもうこの 293.12 をこの Y に代入すれば X も出ますよねっていうことで、まあこれ座標計算に関しては全く難しくなかったっていうことになります。ただ何度も言うようにやっぱりしっかりと問題を読む、座標値見てあここ同じだな、ね、そういったところもしっかりと読み取るっていうことはもちろん重要ですよ。はい。2ページ。はい。今座標値はやりました。じゃあ問いの2、はい。まあ、今回記述穴埋めですけれども土地建物2つずつありました。でまずこの問い2の穴埋めに関してはやはりできてほしいですよね。できれば全部できてほしい。筆解特定とは表題登記がある一筆の土地およびこれに
隣接する他の土地について、不動産登記法の定めるところにより、引っかいの現地における位置を特定すること、でその位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること。はい、でまあ、引っかいとはという123条の1号に関しては、もう皆さんに暗記してくださいね、そのぐらい私ね、言ってましたけれども、じゃあ、この引っかい特定とはの部分で、これに関しては、やはり引っかい特定というのは、必ずしも特定できるとは限らない、これ、私、講義の中でお話ししています。なので、引っかい確定訴訟。この違いとして、引っかい確定訴訟の場合は、裁判官が必ず引っかい、ね、これは決めてくれます。でも、引っかい特定の場合は、そこまで引っかい特定登記官に権限が与えられているわけでもなく、必ずしも特定できるわけではない。これをしっかりと押さえておいてくれれば、あ、じゃあ特定できない場合は範囲ということになるな。ね、これ気づけたかなというふうに思うので、できれば、全部ここは埋めてほしいなというところです。はい、そして本件土地に関する登記の申請書、この後読んでいきます。はい、そしてただし必要な土地の表示に関する登記が複数ある場合、1の申請情報により申請。はい、で割と最近ついているのがこの地籍は測量の結果である座標値を用いて座標法により旧籍するものとし、その旧籍値と登記記録の地籍の差が交差の範囲内であるときは地籍に関する表示の登記の申請は行わない。はい、なので地籍構成の要否、これ確認して不要な場合は、まあ、やっちゃダメだよっていうことを言っています。はい、そして問い号、はい、本人確認情報に関して、でこれはまあ当日、翌日だったかな、回答速報のところでも言いましたけれども、ここにポツンとこんなものが出てくる、これちょっと不思議だなというふうに思いましたけれども、まあ、ちょっと問題の難易度の調整なのかな、宅一と建物が割と優しめだったから、土地の方ちょっとこういうのぶっ込んでみようかな、こんな感じだったのかなっていうのと、あとはちょっと、来年用の、まあ、フラグなのかな、そんな気もしています。いよいよ本人確認情報を提供した登記の申請書式問題が出てくるのかな、ね、そんな気もしているので、やはり来年受けるよっていう人はこのあたりちょっと注意して学習ねしておくといいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でその問題が次のページですね。はい、3ページ。はい、では上から見ていきますね。本人確認情報、土地家屋調査士法務太郎が吉尾と面談した、細かいんですね、内容が。本人確認情報についてはしっかりと皆さん学習してもらっているってそう思うんだけれども、結構内容としては細かい内容が出てきました。面談した日時、場所および状況、これを明らかにしなければならない。でまた土地家屋調査士法務太郎と吉尾は面識がないことから、面識がないんだったら必要なのは面談情報、そして本人断定情報で、この本人断定情報の内容としては顔写真付きの公的証明書類だったら1つ以上、そうじゃなければ2つ以上とか、そういったところはね皆さん覚えてもらってると思います。ただ結構ねこれ出てきたのが、面識がないことからこれは申請の権限を有する登記名義人であることを確認するため、はい、まあ、これが穴埋めになっていたというところで、ここちょっと入りづらかったかなというふうに思います。まあ、この中で、まあ、2個3個あってればここはいいかなというふうに個人的には思ってます。はい、そして注意書き、はい、チェックしてもらって、はい、まあ内容いけるな、あとはまあいつも通りのことが省略できるな、このあたりはね、やってもらうといいと思います。はい、そして今回、7番。分筆する場合の分筆後の地番。はい、分筆後の土地の地番振り方、指定があります。
最も東側の土地を184番1、はい、だから元地になるのが一番東側の土地だ、登記記録使い回す方ね。で、世の土地については新地番を184番3からとして東側から順に不番、まあ、ここまで指定されているんだからこれと違う振り方したら当然減点だというふうに思ってください。はい、まあ、でここの書き方から見ても、まあ、ちょっと2筆じゃなさそうだな、3筆以上かな、ね、まあ、3筆以上って言っても4筆分筆っていうのは今まで見たことないけれども、まあ、ちょっと3筆感がねちょっと感じるかなというところです。4ページ、はい、A 氏 C 第206番地3に住所を有する春野朝子、本県土地を所有している。はい、そしてまあ今回1ページの一番下の注意書きのところで183番1と185番3の土地との引っかいは明らかでないなんていうふうに書いてあるんですね。なので、まあ、こことそれからまあここ、ね、これが明らかになっていないよ、こんなことが書かれています。はい、なのでまあこの臨地ちょっと注意なのかなということで、まあ、あえてちょっと色をね、はい、分けてちょっと引いていっています。高橋優子、東側の土地ですね、183番1の土地を所有、そして3番で2行目夏野優斗が185番3の土地の所有権を相続により取得した。はい、でまあこの後登記記録を見ながら、まあちゃんとこの人名義になっているのかななんていうのはちょっとチェックしながら、こうやって色をつけながらね検討していきます。はい、そして4番で春野朝子は令和4年6月本県土地を月決め駐車場として利用するため本県土地上に存在し自身が所有する家屋番号184番の建物を取り壊した。はい、ここもしっかりと調査図素図には書いてありますね。はい、もともと建物あったんだけれども取り壊した。ただ建物取り壊しただけでは特に地目が変わったなんていう認定はできませんよね。建物取り壊したからって宅地じゃなくなったのか、他の土地に例えば中間地目なんていうね言葉があるけれども、建物取り壊して宅地ではないからじゃあ雑種地に変更できますか、ね、これはできませんよなんていう話もあります。なのでこの後しっかり読んでいって実際に地目が変更したんだったらその変更した日付、これ読み取っていかなきゃいけないよということになります。はい、で5番、はい、いろいろ書いてありますけれども最後のところ、春野朝子は東側部分を売却することとした。はい、東側部分を売却することとした。はい、ここもちょっと入れておきましょう。はい、そして7番まで降りて A 点と B 点を結んだ直線、これ185番3の土地の引っかいであると認識。はい、ここでこれが怪しくなってくるんですね。 A と B、 ここを結んだ直線が185番3との引っかいだと思っていた、認識していた。ところが本県土地と185番3の土地の引っかいは EFG の各点を順次直線で結んだ線であることが判明。もうここを読んだ時点で調査図素図の形状、ね、これをしっかりとマーカー引いていく。そうすることによって AB は引っかいじゃないよっていうことがちゃんと意識できますよね。はい、でその後本県土地と185番3の土地の所有権外が AB の線となるように本県土地の一部と185番3の土地の一部を交換した。はい、さっきね振り方出てきたけれども、ってことはじゃあこれ四角形の AEFH、 ここを歯とする。そしてさっきも言ったけれど
この三角形の部分 BGH の部分は夏野さん、こっちの185番3の土地の所有者が分筆の登記をする部分だから、今回本件土地に関しては関係ないですからね。ここ切っちゃったなんていう人はもうこれ大変なことです。はい、そして8番、春野朝子は高橋優子に東側部分を売却。はい、東側部分は高橋優子に売りました。はい、ということはまあこれね、高橋優子名義にするには分筆登記が前提として必要になるよねっていうことがわかります。はい、で高橋優子は同日から東側部分を183番1の土地上に存する倉庫のための敷地として利用しているということは、その東側部分というのは、まあ、宅地のままだということがわかります。はい、そして9番、春野朝子は令和4年10月5日から ABJIA の各点を順次直線で結んだ範囲の部分を月決め駐車場として利用。はい、駐車場として利用開始したよという日付が出てきました。ということはここでこの土地の真ん中部分は雑種地に変わったということになります。はい、なのでこの部分真ん中なので、東側から順に振っていくということはもろですね、184番3として付番するこの土地の部分は雑種地、したがってここで一部地目変更分筆登記、これが確定です。はい、で10番、はい、今回一部地目変更、ね、これ書けないで分筆登記だけにしちゃったよっていう声も実際に聞きました。ただここしっかり読んでもらって、10番、本件土地について前期丸1丸2の河川部に基づく所有権移転の登記をする前提として必要となる登記、はい、これは東側は183番1の所有者高橋優子に、そして西側の方はこれは交換契約に基づく夏野さんへの所有権移転登記、これをするために分筆登記が必要だということが書かれています。で問題はここですよね。その他の不動産登記法上必要となる表示に関する登記、はい、真ん中部分は雑種地になったことがここから読み取れましたよね。令和4年10月5日から真ん中部分雑種地になっているんです。月決め駐車場として利用を開始しているんです。ということは不動産登記法上必要となる登記、一部地目変更分筆登記には申請義務が課せられます。ここはやらなきゃいけない。したがって一部地目変更分筆登記、これが必要な登記だというふうにこれ判断してください。で3筆に分筆することによって東側西側それぞれ所有権移転登記できる状態になりますからね。ここで登記の目的も、これ判断することができます。はい、一筆一地目主義、もうこれは、まあ来年用のね、私の講座ももう始まってますけれども、もう早い段階、全体構造の段階からもうここはしっかりと頭に入れてくださいということを言っています。一筆の土地について地目というのは一個しか存在しえない、だからその中で利用状況が変わってしまったらこれは分筆せざるを得ないんだっていうのがこの考え方です。はい、では5ページ。はい、まずアーとして表示されているのが本件土地です。184番1、これをいろは三筆に分筆するということが読み取れました。なおかつろの部分は雑種地に変わっているので一部地目変更分筆登記です。はい、そして東側を183番1の土地の所有権の登記名義人高橋優子へ。
そして西側部分は185番3の土地の所有権の登記名義人夏の雄斗へ、ね、これ所有権移転登記をする前提として必要となる分筆の登記だっていうことが分かります。はい、で実務職が強いなと思ったのが次のページ、地図等に関する調査結果。はい、こんなの出てきましたね。旧土地台帳付属地図。はい、下見てみるとこれです。でこれでやっぱりいきなりこんな漢数字の入った図面ということで、特に実務やっていない人はなんだこれ、やっぱりこれでちょっとパニックになっちゃったかなというふうに思います。まあ、いわゆる急構図なんていうふうにね言われるものなんですけれども、実際に、はい、斜線部分は赤く着色されている、ここですね、ここ赤いんだ。でちょっと今日ね持ってきましたけれども、こんなものがあります。はい、ちょっと光っちゃって映ってますかね、ちゃんとね。まあ、これがいわゆる急構図と言われるもので、実際に赤い、この赤いところが、まあ、いわゆる道路です。で青いところ、まあ、赤線青線とか、ね、言ったりしますけれども、これが水路、これが、まあ、急構図で、実際に実務でもここまで調べることもある。でやはり調査士の仕事、冒頭でも言いましたけれども調査という部分がやっぱりすごく重要なんですね。なのでこういったものがやはり試験でも出てきているのかなと思います。ただとはいえですよ、ここがなきゃ答えられないかっていうとやっぱりそうじゃないんですよね。ここの情報別にそんなにいらないよっていうところなんです。だからしっかりと割り切ってどんどん進めたかっていうところも大きなポイントになってくるのかな。で下に地図に準ずる図面、ね、まあ、いわゆる構図も出てきています。でこの村落農耕地域、村落地域とありますけれども、まあ、これで石膏製の用皮は判定していきますね。はい、下に地図に準ずる図面、はい、まあ、本県土地で、でもこれ見るとやっぱり AB の線は引っかいじゃないよな、ね、本人たちが認識していた AB を結ぶ線っていうのは西側の土地との引っかいじゃないよなっていうのが、まあ、ここから見えてきます。でさらに7ページ、はい、もう一個図面があって、これ何かというと3行目の183番に184番に185番6、はい、まあ、林地この部分ですね。ここもやっぱり地籍測量図でここの地盤、ね、入れ忘れたっていう人割と声聞きましたけれども、まあ、ここの土地の地籍測量図、これらの地籍測量図中不要な部分を除いた上でこれらに記載された偏重をまとめたもので、まあここから何が読み取れるかっていうと、まあ、この部分のヒゲ線ですよね。これを短めに地籍測量図作成してここ出しておく、まあ、そういったところで、まあ、これ使っていくのかなと思います。まあ、実際私は本試験ね解いてる時に、まあ、これなんか三者旧跡かなんかやって座標値出すのに使っていくのかな、ね、そんなふうに考えましたけれども、まあ、そう言って使うことは一切なくというところです。はい、なので、まあ、地籍測量図を書いてこのヒゲ線あまり長く書いちゃうと、まあ、正直ちょっと減点対象になりそうですよね。で全くヒゲ線出さなかったらそれはそれでやっぱりちょっと減点になりそうだし、まあ、ここからそういったところを読み取っていけるのかなというふうに思いました。はい、そして村落地域ということでおつ1、はい、まあ、7.17 の間に収まっていれば分筆前の地籍は相当というふうに判断して地籍構成登記なしでいける、まあ、今回はなしでいけるというパターンでした。
はい、そして境界表の種類、はい、ここからチェックねしていきます。ここ意外とチェックし忘れて次のページから、ね、C と D がないないというふうに探した人も多かったんじゃないでしょうかね。8ページ、はい、あ、これはいいでしょう、チェックしてもらって、そして E、 2行目185番3の土地の筆解は EFG の各点を順次結んだ直線である可能性が高いことが判明で、 EFG、 はい、コンクリート杭が発見された。そして U、 2行目A 点 B 点金属表を設置、はい、ただしつこいようだけれども今回 B 点は関係ないですからね、 B なんて書かないようにもう×をしちゃうといいと思います。でさらに次の行で H 点には境界表を設置する必要がない、はい、まあ、ないもんは書きようがないですからね、境界表の種類なんていうのはまあ H には書かない、書けない、はい、そして A、 2行目183番1の土地の筆解は CD を結ぶ直線であることが確認、はい、まあ、ここも不明であるなんていうふうに書いてあったけれども、東側の土地183番1との筆解は CD を結ぶ線ですよ、ね、これで間違いないなということが確認できたので、まあ、これでマーカーで囲った部分が本件土地分筆前の184番1の形状だっていうのが分かります。はい、そして分筆線っていうのもこれでね、もちろん分かるわけだから、三筆分筆なおかつ真ん中の部分は宅地から雑種地、ね、そんな風に確認してください。はい、そしてさっき P 点、まあ、緑でねちょっとチェック入れましたけれども、これは筆解点でも分割点でもない、ただこの後座標値出すために必要な点だということになるので、まあ、もちろんこんなものも書かないでくださいねっていうことです。はい、そして B 点と C 点を結ぶ直線 P 点を P 点上を通り当該直線に直行する直線の交点を J 点、そして PJ と ED の交点、これが I、もう先ほど座標値に関しては説明した通り、座標計算としてはかなり容易な内容だというふうに思います。はい、そして I 点にコンクリート杭、 J 点に金属表で、三筆分筆になってくるとやっぱり結構筆解点が出てくるので、はい、まあ、こんなふうに入れてしまうのもいいかなと思います。まず必要な筆解点に関しては、ね、もうチェック入れて、今回地籍測量図作成するためにいらないものに関してはもう×、ね、不要なものはいらないよということをもう自分で印つけちゃう。で I と J に関しては、まあ、筆解点の境界表なんていうのも書き入れて、はい、でやはりどこに座標値メモリーするかっていうところもやはりスピードアップさせるには重要なところ で今回は B 点使わないので、まあ、H に B を入れてしまえば、ね、あとは I と J は XY 最終的には使って、まあ、G 点っていうのは M、 これに入れるときれいに収まるので、まあ、こんなふうに、ね、メモリーをうまく活用して時間短縮、ね、していただきたいなというふうに思います。はい、そして今回は分筆前の形状、これはもう筆解点示されているんですね。なので、まあ、分筆前の地籍というのはこれは、ごめんなさい、分筆前の地籍の相当性を確認するための分筆後の地籍、これ計算するの本来だったらイロハに分筆して、でそれぞれの地籍を足したものがもちろん分筆後の地籍です。ただこれでこの分筆後の地籍と分筆前の地籍の差を、ね、計算していると、当然分割点、ね、これ出してからじゃないと地籍構成の用比がわからない。だったら分筆前の土地の形状を取るための最低限の筆解点、これが分かっているんだったら今回この座標値を使ってもうこれ座標法で計算してしまえばいいわけです。でその地籍と
それからごめんなさいね、登記記録上のごめんなさいね、登記記録上の分泌前の地籍の差、これが交差の範囲内であるんだったら地籍構成は不要ということになるので、もう今回は登記の目的も地籍構成いらないよということでもう確定できます。なのでもうどん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 書けるところを書いてしまう、もう時間だけが過ぎていくなんていうことのないように、とにかく埋められるところはどんどん埋めていく、点数になるところはどんどん書いていく、これをやってほしい、ね、そういった問題です。はい、あとはちょっと注意しなきゃいけないのが Y 座標の幅ですね。 Y 軸、これはこれもやっぱり受講生には私伝えていますけれども、横幅というのはだいたい250分の1の縮尺だと35メーター、これで結構ギリギリになります。で、縦は40メーター、これでだいたいギリギリになる。なのでこれをちょっと一つの基準としてもらって、ここに近づいてくると結構軸を作るときに慎重にならないと一番右側が枠外にはみ出しちゃったりなんていうことがありえます。なので今回は横幅、これ計算すると33メーターぐらいになるので結構ギリギリだなっていうことがもう地籍測量図を作成する前にこれ意識できるんですね。なので横幅35メートル、縦幅40メートルっていうのはちょっと頭の片隅に置いといてもらいたいなというふうに思います。そうすると地籍測量図もバシッと書ける。はい、じゃあこのまま解説進めていきますね。回答はもうとりあえず飛ばしますけれども、13ページの地籍測量図、はい、見てもらって、はい、やっぱり結構横幅パツパツになるなというのが分かると思います。はい、そして分泌前のこの184番1の形状というのは書けるわけだから、例えばもう時間がないなというふうに思ったら、放射点計算で出せる P 点だけを出しておいて、そして P 点っていうのはだいたいまあこのあたりに来ます。で、P 点をプロットしてしまえば、あとはもう定規をはい合わせて、はい、この下の、ね、直線にどこか切れのいいグリッド線を合わせて、これで、ね、このように置いてもらったら、あとはプロットした P 点のところ、これ実際ちょっとねずれてるかもしれないけれども、座標値出して P 点をプロットできたら、そこまで定規を上げていって、で P のところで止めて、そして直線を引くことによって形状はきれいに取れます。なのでもし時間がないなっていうふうになったら、座標値を出す前にやっぱり作図はやってほしい。それができる問題です。はい、こんなふうにね、作図はできるんだっていうことはもちろん、ね、しっかりとやってほしいんだけれども、とはいえやっぱり座標値出す時間があるんだったらもちろん座標値出してから作図した方がいいですよ。なぜかというと計算ミスに気づけるから。これやって時間が余った、じゃあ計算して座標値出そう、でそうすると座標計算が間違っていた時にこれ気づけないんですね。でも座標計算で座標値を出して、でその後それをプロットして作図する場合は、あれ直線上に乗らないっていうことで計算ミスしてるっていうのが気づけます。なので時間が許せばもちろん王道の計算して、そして作図して、この順番でやってください。ただ時間がなかったら絶対的に作図は行う、ね、これも必ず頭に入れておいてください。はい、17ページ、はい、もう来年受ける人用に来年ね、出そうなところはチェックしておきたいと思います。せっかく解説冊子ね、まあ、皆さんに持って帰ってもらっているので、やはり重要箇所はチェック入れておいてください。はい、4番
一筆の土地の一部を目的とする売買契約等と分筆登記2行目から1個の不動産の一部を目的とする売買契約等も実態上当事者間では有効に成立し、その売買等の対象部分の所有権は契約の成立時に買い主に移転する。次の行、かかる売買契約等に基づく所有権の取得を第三者に対抗するには買い受けるとした部分について所有権移転登記をしなければならない。2行下がって、当該売買契約等に基づく所有権移転登記をするには前提として、まあ、下に土地であれば分筆の登記、建物であれば分割の登記または区分の登記をしなければならない。これらの登記の申請は不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人からする。はい、まあ、非常に重要な内容ですからね、押さえておいてください。19ページ、はい、真ん中表がありますけれども、通常の分筆登記と一部地目変更分筆登記との比較、今回はこっちです。まあ、来年またね、全く同じ一部地目変更分筆登記ちょっと考えにくいので、じゃあ通常の分筆登記、はい、これは所有者の意思に基づく登記なので申請義務はありません。で、共有の場合、はい、これは民法上の処分行為と解されるので全員で申請しなければならない。はい、で、職権原則できないけれども、ただ地図を作成するため必要があると認めるとき、はい、この表題部所有者または所有権の登記名義人の異議がないときに限り職権でできる。はい、まあ、これは合筆もです。はい、このあたりを押さえておくといいですね。20ページ、括弧3番登記記録上の地籍の相当性。はい、さっきちょっと触れましたけれども、分筆前の地籍と分筆後の地籍の差が、分筆前の地籍を基準にして地籍測量図の誤差の限度を超えるときは分筆前の土地の地籍を是正する地籍に関する公正の登記を申請しなければならない。まあ、逆に言うと誤差の限度内であるときは地籍公正を要しない、要しない場合は行わないよっていうことが問3のね、問題文の中にも示されていました。だから何でもかんでももう構成入れちゃえなんていうのは、まあ、限定になりますよっていう話です。はい、で、さっきも言ったように本来だったらもちろんこうするんですよ。登記記録上の地籍の相当性を確認するためにはいろは分筆後の3筆の地籍を合わせたもの、これとそれから登記記録上のこの地籍、これの差が交差の限度内にあるかどうかっていうところを確認する。はい、でももちろんそれは座標値全部出してからじゃないとできないので、今回だったらもう E、D、C、G、そして F、E、ね、この形状、これ全部座標値与えられているので座標法でもういきなり計算しちゃう、ね、そして登記記録上の地籍の差を確認する、それで大丈夫です。23ページ、はい、分筆登記の場合の地番の定め方。はい、まず2行分囲ってください。一部地目変更分筆登記の申請書、地目が変更していない部分の符号が上位、変更した部分の符号が下位となるように振ることが一般的。はい、まあ、結局変更した部分について登記記録新規作成してくださいっていう流れになるので、もうこれが一般的で、分筆した土地については分筆前の地番に四号を付して各筆の地番を定める。本番に四号のある土地を分筆する場合にはその一筆には従来の地番を損し、他の各筆には本番の最終の四号を追い順次四号を付してその地番を定める。はい、ただ地番の定め方、地番の不番権は登記書側にあるので必ず、ね、特別な事情があるときはこの限りでないというようなものがついてきます。
はい、そして本問では指定されている、だから指定通りに振らないともちろん減点だというふうに思ってください。はい、27ページ、はい、ここもチェック入れておいてください。境界表引っかい点にあるポイントはこれですね。永続性のある石杭または金属表、その他これに類する標識があるときは当該境界表の表示を記録しなければならない。はい、だから木杭なんていうのはこれは境界表として示しませんよなんていう論点もね、これ必要ですね。29ページ、はい、まあ、問い号ちょっと難しい細かい内容で本人確認情報について問われていたので、さっきもちょっと言いましたけれども、本人確認情報について、ね、しっかりと復習しておいてほしい内容としては、まあ、これを提供する登記の申請の書式問題が出てくるとしたら、土地だとまあ分号室で、あとは号室もやはり平成24年に出ているので出ないとは限らない。でその際は別の土地を分泌する場合の地籍測量図なんていうのが添付情報になりますからね、号室もわからないです。あとは登記識別情報を提供できない正当な理由、本人確認情報を提供するっていうことは登記識別情報が提供できないということになるから、その正当な理由っていうのは、まあ、この3つぐらいは覚えておいてくださいねということをお話ししてます。はい、そして代替手段としては本人確認情報の提供のほかに、まあ、書式問題にはなりえないけれども事前通知とか、あとは公証人の認証、はい、まあ、来年用にしっかりと復習しておくといいと思います。はい、ではちょっと残り時間も少なくなってきたのでこのまま建物に入っていきましょう。31ページ、はい、和田玲子 A 市 B 町1丁目5番3の土地、はい、これが本件土地、そしておよび本件土地上にある家屋番号5番3の建物、これが本件建物、はい、まあ、敷地となってるんでしょう。本件土地とそれから本件建物の所有者、はい、なので、まあ、この和田玲子表題部所有者か所有権の登記名義人だなというのが分かります。はい、本件建物の主である建物と符号1として登記されている付属建物の間を増築するなど工事を行った結果、主である建物と本件付属建物は接続して一体として利用できる状態となった。はい、主と付属の合体だなっていうのがここで見えてきます。はい、で主と付属の合体というのはもちろん皆さんもご存知の通り合体による登記等ではないですよね。で合体による登記等だった場合、答案用紙を見ればこれ一発でわかるわけです。合体の申請書特殊ですからね。でもそうではない、まあ、一般的な通常の建物の申請書なので、まあ、そこは勘違いする人もいないと思いますけれども、主と付属の合体というのはあくまでも一つの登記記録の中の建物の出来事というふうに捉えるので変更登記ということになります。ね、ここでだんだん見えてきますよね。はい、でまた和田玲子は本件土地上の本件建物に近接する位置に車庫を新築した。はい、でこれ本件車庫というふうにあります。はい、でまあおそらく付属になっていくんだろうというふうに予想はできるけれども、ただ必ずしもこれが付属として登記できるかって言ったらこの時点ではまだ分かりませんよね。ここに書いてある通り近接する位置に車庫、近接する位置に建てたからって必ずそれが付属として登記できるのか、そうとは言えない、ね、あくまでも公用上一体として利用できる状態にあって所有者の意思に反しない、ね、この要件を満たしたらっていうことになるので、やはりしっかりと読んでいかなきゃいけないっていうことになります。はい、まあ、車庫建てたからってこの車庫を誰か別の人に貸しますよなんていうことになったら公用上の一体性っていうのはこれはないっていうことになりますからね、まあ、そういったところもしっかりと読み取っていく必要があります。
はい、でじゃあ必要となるすべての表示に関する登記の申請手続き、はい、何なんでしょうということで問いの1、本件建物および本件車庫に関する登記の申請書。はい、まあここで本件車庫に関するって言ってるので、まあ付属として登記できるのかななんていうふうに思いながら、問いの2、仮に和田玲子が代表取締役を務める株式会社中山時計店が本件車庫を新築し所有者となった場合には、本件車庫はどのように登記されることになりますか。はい、まあ、仮にこうだったらなんていうのは、まあ、これはインプットの、まあ、書式の問題なんかでも解いてもらっています。で今回ここはしっかりと押さえてほしい内容ですね。建物の戸数の基準について、公用上一体として利用される状態にある数棟の建物は所有者の意思に反しない限り一個の建物として取り扱うことを規定しています。しかしそれぞれの建物の所有者が異なる場合、これは一個の建物としては登記することはできないよ。はい、なので、まあ、これは公用上一体として利用される状態、所有者の意思に反しない、まあ、ここはやっぱりしっかりと入れてほしいですね。はい、あとは1個の建物、まあ私は実際自分が解くときに1個というふうにね、建物を入れないで書いてしまいましたけれども、まあどうでしょうね、条文通り書かないと点にならない可能性ちょっとあるかなというふうに思ってます。はい、でまあ所有者が違ったらそもそもそれは1個としては登記できませんよねっていうことで、いくら和田玲子が代表者である和田玲子の会社だとしても、それは付属としてはできませんよっていうような内容です。はい、で仮にシリーズがもう一個あって、仮に和田玲子の子である和田裕太が主である建物と本件付属建物の間を事故の費用で増築する工事を行い、主である建物と本件付属建物が接続して一体として利用できる状態となった場合、本件増築部分の所有権は誰が取得しますか。はい、32ページの、はい、まあ、これはね、民法242条条文そのままの穴埋めになっているので、まあ、ここは正直6法をしっかり使って条文をがっつり勉強している、まあ、某予備校さんにちょっとレックは負けてしまったかなというふうにね、個人的には反省しています。だからといって今後の講義でもう六法をガンガン使うかって言ったら、まあ、正直私はそういうことをするつもりはありません。この穴埋めで全部できなかったとしても、そこは直接合否に影響はないというふうに個人的には考えているからです。なのでまあスタイルをね変えるつもりはありませんけれども、符号の、ね、ここの内容の条文がそのまま出てきたということになります。不動産の所有者はその不動産に住として符号した物の所有権を取得する。ただし権払によってその物を付属させた他人の権利を妨げない。はい、ということで、まあ民法の講義の中ではね、権限と言わずにやっぱりこういったところで漢字間違えないように権払というふうに言うようにはねしていたので、書ける人は書けたかなというふうに思います。あとは符号、漢字ね、ちょっと気をつけた方がいいかなというところですね。あとで模範解答で見ておきましょう。問いの4、問い1の登記申請書に添付する建物図面および各階平面図、ただし主である建物の1階については記載することを要しない。今回ちょっと初めて出るパターンですね。はい、そして注意書き4番、建物図面に記載する距離は小数点以下第1位まで。はい、これは2度目ですね。波数処理の方法が小数点以下第1位までというふうに指定があります。でその後、各階平面図については主である建物の1階平面の形状及び旧跡表についての記載は要しない。ただし1階以外の階層を表示する場合における1階の位置の表示を省略することはできない。まあ大丈夫だと思いますけれども、2階部分を書くときは1階の形状を点線で書きますよね。だからその部分は省略できませんよ。でこの平面の形状及び旧跡表、
これは記載を要しない、形状と旧籍表で、この当日やはり受講生から質問を受けて、床面積は書いた方がいいですよね。いや、もう私素晴らしい指摘だなというふうに思いました。確かに床面積の記載まで、ね、省略していいよというふうには書いていない、ね、なのでしっかりと読んでるなというふうに思いましたけれども、まああえてここは、ね、書いてあっても書いてなくても、ね、減点対象にはならないんじゃないかなというふうに個人的には思っています。要はもう形状全部省略していいよって言ってる以上、まあそれは床面積も含むかなというふうに捉えることもできる、ね、なのでちょっとどっちかわからないという言い方を、まあその時は質問の答えとして、まあ私は返した、その受講生に。でもその受講生は、あ、大丈夫です、その部分が減点になったとしても十分合格できる点は取れていると思いますという頼もしい答えをね、もうもらったので、本当にもう私は嬉しい限りでした、ね、皆さんもまあそういうふうにね思ってくれてる人がいるといいなというふうに思います。はい、そして33ページ、建物図面各際の、はい、地図ですね。はい、これが座標値しっかり読んで、はい、筆回転、土地の筆回転の座標値として示されている、ここをしっかりと読めばここに気づけると思うんですね。ただ今回択一やって土地やって最後に建物やった人はどうしても時間がないという人が多かったと思うので、この見取り図見たらやっぱりこれ長方形だっていうふうに思っちゃうかもしれない、ね、そしたらもう建物から先に書いて、で土地書いて、ここで、まあ、おそらく B も80だろうな、逆に C が78かな、同じだと思ったら土地の形状は長方形だっていうことで長さを、ね、確認できるので、そのまま土地の形状を書いちゃった、ね、そんな声も聞きました。ただ実際この部分は斜めですね。これがきちんと問題読めてたかっていうところ、34ページ。はい、実際にこれは書かなくていいけれども、2階部分を書くときに点線でここは必要になりますからね。ただしそんなに形状難しいことないので、まあプロット値をしっかり振らずとも、まあ書けるかなっていうところかなと思います。ただ皆さんやらかしランキングの第1位はこれです。本件車庫の床面積を算定するためのこの長さ、はい、まあ、結果的にはあまりにキレのいい数字になったので私は逆にちょっと不安になりましたけれども、まあ、これ 4×5、ね、の長方形ということになります。じゃあこれなんで修正が必要なのかというと、35ページ、はい、柱の部分、隅の部分の概略図、はい、これを見てみると、今回ちょっと先に下見ましょうか、注意書き、はい、8番9番ですね。図の3、角界平面図見取り図2中の距離は動物の中心からのものであり、はい、なので図の3に示されている距離は動物の中心からのものってことは、そもそもこの距離はそのまま使ったらありえないなっていうのは多分皆さん感じたと思います。で、動物の厚さはすべて10センチ 0.1 メートル、はい、でまあ、これは上の、ね、構造図にある通りです。で、ポイントはその下で、図の4、本件車庫の三角部分の構造、鉄骨柱の外側は動物と被覆材により被覆されている、はい、柱の外側のみ被覆です。ってことは床面積の算定は柱の外面間の距離、これで算定していくことになる。じゃあ柱の外面ってどこなの、これがやっぱり読み取りづらかったのかなと思います。はい、今回見取り図に示されているこの 4.1m、 5.1m、 この距離はここです。今点線でね示しましたけれども、これが図3の数値です。じゃあそれをどこの距離に直していくのって言ったら、ここに鉄骨柱があります。
はい、でこれが柱なんですね。はい、H の形しているので H 鋼なんていうふうに言われます。これが通常の角型の柱だったらもっと皆さん分かりやすかったのかなというふうに思います、ね、ただこの H 鋼これが柱になるのでこの外面要はこれを囲うように柱を覆うように囲う部分なのでここの距離になります。実線で緑でマーカー引いた部分ということはこの外面間の距離に直すにはこの胴縁の厚みの半分引いてあげなきゃいけないということが見えてきますよね。なのでおそらく修正しなきゃいけないということは分かったんだけれどもこの外面の距離っていうのがどこか分からなかった。実際にこういう人が多かったんじゃないかなというふうに思います。はい、なので実際にこの H 鋼この柱を外側を囲う部分ここが外面なんだということをねしっかりと認識していただければと思います。はい、正直ここだけかなというところですね。あとは事実関係36ページはい見ていくと2番で主である建物及び本件付属建物の全部の階層と主である建物と本件付属建物の間の部分を増築して接続する工事これが令和4年9月30日に完了で2行下がって後半から主である建物と本件付属建物の相互の壁が取り払われ両建物は接続して一体として利用できる状態となった。はい、で構成材料主である建物の1階部分と同様屋根はスレート葺き、はい、ただこれ合体させることによって階数変わります。構造変わります。はい、で種類は居宅として利用なのでこの後登記記録見てみると種類も変わることが分かる。はい、そして増築して付属合体させたということは当然床面積も変わる。だから変更に際しては ① ② ③ この符号を全部換記することを忘れちゃいけない。意外と符号をね忘れるという声聞くので、まあ、こんなふうにねもうチェックしていくといいと思います。はい、そして新築付属建物本件車庫の内容は全てねこれ緑で私引いてってますけれども本件車庫を新築する工事令和4年9月30日に完了で鉄骨造亜鉛めき鋼半武器平屋建てでこの車庫は和田玲子およびその家族によって利用。はい、まあ、これ公用上の一体性を示してますね。はい、そして最後ちゃんと本件車庫を同一の登記記録に登記することを希望所有者の意思に反しないっていうところも示されている。客観的要件と主観的要件両方とも満たしています。はい、なので37ページに登記記録示されていますけれども、はい、和田玲子からということでここで和田玲子の住所と氏名所有権の登記名義人としての住所と氏名が読み取れてそして今回どこが変更したのか、はい、もう種類も構造も床面積も変わりますよそして付属と合体させた。はい、もちろんね一度は皆さん書式の問題として解いていると思います。はい、では模範解答の方はね各自確認していただいてやはり重要箇所だけチェックして終わりたいと思います。42ページはい、ちょうど真ん中あたりですかね。建物表題部の変更登記は建物の物理的現況の変化に対応してなされる報告的登記共有不動産についての報告的登記の申請は共有物の保存行為に該当するので共有者の一人から申請することができる。はい、あとは所有権証明情報まずどの部分の所有権証明が必要なのかって言ったら4行目提供する趣旨は未だ登記されていない部分が表題部所有者または所有権の登記名義人の所有するものであることを確認するため
なので未登記部分のものが必要だ。これは原始的不一致の是正となる公正でもやっぱり同じです。未登記部分の所有権証明が必要で、ここしばらく書かされてないけれども所有権証明の具体的な中身、これ表題登記とねやっぱり未登記部分ということでは同じになるので、確認済証、検査済証、それから次のページの工事完了引渡し証明書、一般的なこの3つはね、もし記述させられるようなことがあった場合書けるようにしておいてほしいと思います。44ページ括弧5番、付属建物の符号、すでに使用した数字は再使用しない。はい、だから申請書にはもうみんな分かってるから符号2って書けるんです。でもなぜか図面書くときに図面の方に1と振ってしまう、ね、そういう声をよく聞くので、やっぱりねここは一致させて注意して、ね、最後まで気を抜かないでくださいね。45ページ、はい、壁の厚さ等々を考慮しなきゃいけないものとして木造、はい、木造の場合はもう壁とかいろいろ出てきても関係ないんです。常に柱の中心線、はい、そして鉄骨造というふうに出てきたらもう3パターン、はい、今回これでしたね。柱の外側が被覆、はい、この H 鋼の外側を囲うように、はい、そして、はい、あと下の3つも、2つも、ね、見ておいてください。51ページ。はい、まあ、合併制限の内容ですけれども、ここもちょっと押さえておきましょう。原則所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物は合併することができない。はい、ただその合併制限の緩和、はい、担保権の登記であって登記の目的、申請の受付の年月日、受付番号、登記原因、その日付、はい、まあ、このあたりは書かされる可能性十分あると思いますので必ずチェックしておいてください。はい、ということで少し伸びてしまいましたけれども、まあ、解説ここまでにしたいとは思います。で、これから1月11日もうあっという間に来ると思います、ね、番号があった人はもちろんそれで喜べばいい。でももしなかった人も冒頭でも言いましたけれども絶対に諦めないで最後まで必ず合格を勝ち取るまで、ね、頑張っていただきたいと思います。そして報告ねお待ちしています。はい、では今日は長時間ありがとうございました。これで終了したいと思います。お疲れ様でした。